こんにちは。今日もですね、鳥公園公開相談会、これからどうするの、その1運営編第3回をやります。今日のゲストはですね、株式会社カウントルームの代表取締役の後藤誠さんに来ていただきました。よろしくお願いよろししくお願まいします。す。運営編ということで、どうしてもお金のことは外せないだろうっていうのもありまして、後藤さんにはですね、鳥公園のお金回りのことに相談に乗ってくださいっていうふうにお願いをしてまして、まだそのもう会計のこと全部見ていただくっていう手前のところにいます。なので今日初めてこんな収支決算書などがありますっていうのを見ていただいたばかりっていうところです。で、鳥公園でお盆部っていう名前の部署を最近作りまして、アソシエートアーティストっていう3人演出家の方々と、もうちょっとその創作する土台部分を整える人っていうことで、後藤さんとあとグラフィックデザイナーの鈴木哲夫さん2人にお盆部っていうふうに呼んで、なんかちょっと力を借りているところです。今日が私今までの2回やって、今日一番緊張してるんですけど、なんでかというと、お金のことが本当に分かってない自覚まではあって、現状がめちゃくちゃな自覚もある。それを見てもらうのは恥ずかしいなっていう気持ちがすごいあるんですけど、ちょっとぐちゃぐちゃなままじゃ本当にダメだなと思っているので、なんとかちょっと見てもらいながら、正直なところで前進していこうっていうつもりです。第2回にインディペンデントキュレーターの青木明さんにゲストにいらしていただいて、その回にも後藤さんにご同席いただいたんですけれども、ちょっとその前回どうだったかみたいな振り返りから始めたいなと思います。どうしよう。先に後藤さんに前回の感想を聞くか、私の終わった後思ったことを話すか。じゃあ私から。なんか第2回は話してる間すごい楽しかったんですけど、終わった後ものすごい反省と落ち込みがやってきまして、それはどういうことかっていうと、やっぱりこの公開相談会で何の台本とかもなくて、今考えてることをそのまま話していくと、自分の足りないとことか偏ってるところっていうのがあらわになってしまうなぁと毎回思ってまして、前回特に私やっぱりプラクティカルな部分がものすごく足りてないなってことを思ったんですよね。具体的にはどこで思ったかっていうと、後藤さんと青木さんはそれぞれご自身の会社とか団体で法人化していて、で、そこにいる人たちの、やっぱり生活を背負っている部分が大きいように感じたんですよね。で、法人化してたら偉いとかそういうことじゃないとは思うんですけど、でもやっぱりその具体的な現実社会における手続きみたいないろんなことを通ってやっていて、その言葉の重みみたいなことと、なんか私はいろんなことアイディアで言ってるばかりだなっていうのがかなりズーンってきました。なので、その今日やっぱりお金のことって、お父さんとお話ししてると、すごく思想がまずあるけど、その先に具体的なことがあるなって気がして、なんか、なんとかプラクティカルなところまで、私もこの頭で考えてることだけじゃなくて、ちゃんと手を動かすとか、なんかそういうとこまでいけるといいなと思ってるっていう感じです。後藤さんは前回どうでしたか？いやそうね、それで言うと、やっぱりすごい反省っていうか、僕も自分ができてないことを、
やりたいって言ってるのにできないことがあらわになったというか、っていうのが、やっぱりその、創作活動を、まあ、青木くんは、なんかその、キュレーターという立場だけど、でも、千代さんにしてみて、漫画家にしてみて、創作家の人に直接関わってきて、自分で活動を、こう、まあ、前進させて、含めていきながら、ブラックリカルの部分、実践で、運命のこととか、ただちものことで考えなきゃいけないっていうことを、まあ、両輪やんなきゃなっていう。最初に活動がありだと思うんだけど、僕はやっぱりなんかこう、まあ、前も言ったんだけど、うん、なんかやっぱ、見る側からスタートしたところだって、鑑賞者として。で、それをなんかこう、お手伝いできるといいなっていうところで、っていうマインドからスタートしているので、なんかどうしてもこう、距離を、なんかこう、やっぱり無意識のうちに、創作する側に聞いているなんて、それはやっぱりその制作の人とか、現代のコーディネートしている人とかのコミュニティの資格とかを見ていると、やっぱりすごくエネルギーを感じるし、なんか、そこの両立が、まあ、できるといいなと思いつつ、そこまで余力が回っていないことに、まあ、なんか、憤りというか、情けなさを感じたり、まあ、しているなと思うんだけど、なんか、ずっとこう、僕がその、まあ、経理をやるぞっていうことで、フリーランスやってて、で、会社もやって、みんなで経理関係チーム、やってるんだけど、まあ、もちろんその、割とちょっと大きな事業、フェスティバルとかの単位になると、そういう仕事は絶対にあって、で、そこで、こう、お金をこう、仕事としてお金をもらうっていうのもあるんですけど、創作する活動と、いやもうみんな感じてると思うんだけど、その事務をするとか、運営を考えるっていうことっていうのが、なかなかこうやっぱり同じ頭で考えるのが難しいところがあって、まあ切り替えれば、切り替える術を見つければいいのっていう話なのか、なんかそれを考えていくと、なんか組織の話、組織の回し方にもなるし、人間関係の話になるし、あのフィーの金額の話にもなるし、なんかっていうところも、まあこれって多分もうゴールもないし、なんかいつも話もちゃんとこうやって、そこをでも結局その水と油をなんとか水と油を同じ料理の中に入れたいっていう、なんか、無芸を始めたいと思って始めたなっていうのを、でもなんか、その、僕が、この業界っていうか、あれのところよりは、最近、周りで、青木くんの口ぶりとかもそうだったんですけど、それはなんか、両方やっていかないといけないよねっていうことを、まあ、口にする、周りの人が増えてきているという感じがあるので、なんか練習したいなって、今にも思っていると、いや、本当ね、両方、ちょっと待ってください。ちょっと私がミュートし忘れてました。そうそうそう、両方やんなきゃいけないっていうの本当そうだなと思って、前回あの家事労働の話をしたいと思ってるので、忘れてたら言ってくださいとか言って、なんかでもなかなかうまく話せなかったなって思ったんだけど、あのどうしたって生じることっていうのが生活の周り、家の中だと家事労働みたいになってたりするなって。で、家事労働はクリエイティブで面白いっていう部分もあるけど、私あんま好きじゃなくて、そんなにこう、綺麗には言えないような実感を持っていて、なんかやりたくないし苦手だっていう風になってるけど、まあ、そうすると宙に浮いて家の中だと家族に行くとかっていう風になってるなって、そのことと
例えばまあ演劇の創作現場で制作者とかじゃ劇団員っていう立場とかってところに押し寄せていきがちなことが似ているなと思って、ただまあ私は家事労働が苦手だし好きじゃないけど、なんかじゃあその制作者の仕事と家事労働が一緒って言いたいわけではないんですけど、なんかやっぱりそれがそのプロフェッショナルだから完全に一緒にしちゃいけないなとも思うんだけど、なんかなんだろうな、これまで多かった、劇団モデルみたいなことが、劇団組織集団のモデルっていうのがなんか家族モデルと掃除系に思える部分があって、なんかそれは私が2019年に出した鳥越のステートメントにもちょっと書いてたんですけど、強い親分的なリーダーっていうのがいて、なんか、どんどん使っていくんだな。で、きっとそれを支える内助の功的な部分に、お母さん的な制作者みたいなものがいたんじゃないかなっていうイメージを。でだから本当はすごくプロフェッショナルな仕事だと思うんだけど、なんか雑用みたいなことまでそっちに流れてってしまうみたいなことは何なん、どうしたらいいのかなみたいなこととか、なんか劇団員って立場だといろんなその例えば俳優でいても俳優じゃない仕事もいっぱいあるとか、それ答えは出ないんですけど、それが悪いことだとばかり思ってるわけでもなくて、やっぱりそこから作るってことに意味があると思ってて、あんまり分業化しすぎちゃうと良くないっていうふうに私は思ってるんだよね。でも苦手だな、私個人としてはとか、そこら辺をどうしたらいいんだろうって思ってます。会計って事務と政策はまた細かく見るとって具体的には違うけど、でも構図で言うと事務も基本的には上に、ボスがいて、なんかプロデューサーとかがいて、でその下にこう中堅の人が回す人がいて、で割と事務はこう受動的で、なんか最後にこう降ってきたなんかタスク仕事をとにかくこなす人みたいなっていうイメージが多分あるし、今もそういう側面もあるし、で、まあ、その事務の人をないがしろにすんなみたいな気持ちが、なんか僕の中にあって、で、まあ、会計は結構、でもそれはそれでプロフェッショナルの仕事っていう認識のされ方で常識されているので、なんか、対して、まあ、ちょっとなんかすごいって思われたりするとこあるけど、基本的には事務はそういう。でも誰でもできるじゃないけど、なんかこなす仕事で別にクリエイティブでもないっていう認識をされていて、でなんかちょっとそれがムカついて、いや事務も経理もクリエイティブなとこあるよねって思っているし思ってたんだけど、でも 100% そういうわけじゃないなっていうのはやっぱりすごく最近思って、こなすべき粛々とこなすルーチンワークが割と結構な割合を占めるってことは事実だなっていう思うんですよね。でもその捉え方はその完全にこう誰でもできるタスクワークじゃなくて、いろいろこう遊べる仕事だぞっていう捉え方はできるようになりたいなってなんかもう、最近思ってますね。なんかもう 100% クリエイティブな仕事だっていうのは思うのは思おうとするのはやめました。で、最近そのなんかこう管理仕事のことを書いてるノートをちょっと購入して、元会計士の人が書いたノート面白かったと読んだんだけど、管理仕事、会計の専門の人が書いてたノートで、そこにその何事の仕事っていうのはものをルールに従って棚にしまうことだっていう、特に会計は経理のものを
ルールに従って棚にしまう。だから、ルールと棚さえ作れば、棚さえ作ってそこにどう何をしまうかっていうことだけ決めれば、のものをしまう過程自体は何にも考えなくてもルーチン分けできる。やっぱりそれはその経理にしても多分制作の仕事にしても家事労働も多分そうだと思うんですけど、ルーチンを作らないと押し寄せる物量があるので、とにかくさばき慣れていく必要があって、毎回毎回これどうしようかなって一から考えている余裕は全くないので、そのルールを作ること、棚を作ることってところに、いろいろこう、そういう工夫をしていくと、みんなが楽になっていくのかなっていう、わかりやすい言葉だなと思って、なんか、覚えてるんですけど。そのルールと棚を作りたいなと思ってるんですよね。なんか、私、家の片付かなさと、多分その、トリック公園の会計周りのしっちゃかめっちゃかさは同じで、まあ、本当にそれよく夫にも言われ続けてて、毎回大掃除してるから、そうじゃなくて、もうルールを決めて、なんか考えないで、スススってやって、週に1回ぐらい、ちょっと中掃除ぐらいでやっていかないと、ダメだ。すごく意味が分かるんだけど、その棚がもう埋まってるし、そうルールを作るにはなんかちょっとこう試せる空いた棚がないとか、そういうところでずっとごちゃごちゃのまま日々に追われているみたいな感じだなと思って、だからそのやっぱり棚とルールを作るのはすごくプロフェッショナルな部分だなと思って。うん、ここまで今日行けたらいいなと。まずはね、まずは作ってみて、うん、で、しまうのが奥になって散らかるかもしれないけど、まずは作ってみてって感じ。うん、なんで、じゃあちょっとほんの数ページのパワポをお見せしようと思います。はい、今日の目標、現状がしっちゃかめっちゃかなのは分かっている。しかしそこからどうしたらいいか分からない。何を質問したらいいかも分からない。なのでまず2020年度のお金回りを振り返る。これを正直やったことがないなというか、一年どうだったっていうのを、本当にただまとめるだけで精一杯とか、それがどうだったかまではいかなかった、いつも。っていうのと、その、年度単位で、このプロジェクトたちっていうのの全体を考えるってこともやったことがなくて、それはセゾンの会計セミナーで後藤さんに聞いて、目から鱗みたいな感じだったやつで、常に企画単位の収支しか考えられてなくて、もうトントンか赤字か、そういうことがあるのみで、どうやってこう耐え忍ぶかみたいなマインドでしか過ごせてなかったんだけど、もうちょっとその、これはやりたいから、ここは、ちょっとへこんでもいいとか、なんかその方が前向きだなと思ったので、うん、まず年度っていう捉え方を最低限できるようになろうという感じです。で、それを通じて、2021年度はこういうやり方でやってみようまでいきたい、プラクティカルな方向までいきたい、これがさっきの棚とルールっていうところまでいけたらいいなっていうところです。本当なんか片付けと同じな気がしてきました。で、もうちょっとあって、ちなみに抽象的なレベルで出ている話、鳥公園のお金回りを全体的にスケスケに透明にしたい。これは、まずその透明にするためには、
私が今まで怠って積み重なるままにしてきたものを自分が見返さないといけないし、うまくいってない部分も含めて、なんか何どこに原因があるのかなとか、きっと舞台芸術業界全体で根本的なやり方の種類自体はそんなにたくさんない気がして、なんかうまくいってるとか失敗してる度合いの違いはあるけれど、実はここにみんな苦しさ感じてるよねみたいなことがなんか見えたらどうするみたいなことに、まあ、みんな考えてると思うんだけど、そんなの思ったりします。で、そのじゃあどうしたらできるんだろうっていう方法でアニュアルレポートを作るとか、後藤さんが前に言ってくれてた公開株主総会をやる。株主はいないんですけどでも去年クラウドファンディングをやって、その支援してくださった方にじゃ そのお金でこういう風になりましたっていうのを報告するとかでもいいかもなと思ったりして、次がアソシエートアーティストの費をどう設定したらいいか、創作にまつわるお金を報酬と考えるか借金と考えるかって書いて、このちょっと報酬と借金っていう言葉遣いが違ったかもと思ったんですけど、これは賃金的な、これだけやったからこれだけ払いますとかくださいっていうような仕事の対価、そうことなのか、あと事前にこれだけの仕事でいくらで出さないのは良くないっていう風になってきつつあって、それはいいことだと思うんだけれども、昔なんかで読んだのが、小説家の人へ その作品への対価みたいなことで、なんか払う側が見積もれるものではありませんので、なんかこう、まあ、失礼にならない金額だけど、これはいくらですねってこうイコールで結ばれるような金額設定っていうんじゃない、それを借金って書いてなかったかなと思ったんだけど、違うかな。でもあれ、それは払う側が決めてるのか、で今の払う側が決めてるのはその時間で測るとか、その具体的なこの業務もいくらだよ、まあ、払う側が決めてるパターンと、後者はもらう側が僕はこういう時はいくらだよからこれくれ、いや、請求しないんです。なんかいいねっていうか、そのお金のためにやっているんではないみたいなスタンスがまずその仕事をする側にあって、だからそこに対してこうお金と統合で結んでは失礼だみたいなことがあって、なんか気持ちっていうような、払う側がこうこんなものを払うことも失礼なのですみたいな、なんかそんなような、何で読んだんだったかな、それは。例えばちょっと違うんですけど、神社に行って子供のお宮参り、元気に育ちますようにって言ってこうやってもらって、玉串料払うって時に相場とか言ってチップするんだけど、でも、まあ、相場は世の中には存在してるけど、神社の側からいくらですと言われることはない。それはなんかやっぱり本当は商売だけど、商売っていうんじゃない体で回ってるみたいなことっていうのとちょっと近いかもなと思ったんだけど。やばいな、それは。やばいな。それは結局誰が決めてるか、そのお金は。だから空気ってこと。空気とか相場。この話で言うと、それは最初その10万って置かれてる金額がどっちが言い出した金額なの？あ、これはでも、アソシエートアーティストの fee に関しては、やっぱり私がこのぐらいはどうでしょうって言って、みんな、そうだねってなったっていう感じなんだけど、いや、でも、
それも相場なんかあんまりあのなんか安直に言っちゃうとあれだけど、どっちかがこの中身を見て決めてるっていうよりかは、こういう時はもうこのくらいでしょみたいな、なんか相場か、それは、そうだね、うん、素敵な、だから危険だよね。でも多分その報酬の単価設定は厳密にというか原則論で言うと、やっぱり仕事の中身、この業務にはこれだけの価値があるからっていう、それはその仕事払う側が自分の単価を決めてることもあるし、もらう側が自分で決めてることが多い、でも両方ありよね。うちはこの金額じゃなきゃやりませんって、だから提示するっていう、払う側がこれでやってくださいっていう場合もあるし、でそれは時間で測ることもあるし、内容で測ることもあるし、あるけど、なんかでも動いてみたら局面変わって持ってたんと違うってことはよくあるし、そのたんびにこう測り直すのっていうのもなかなか難しいから、最初の金額のまま行くことも多いし、なんかそのちょっとよるかも。金額でいくと、払う側はすごい予算組みやすいけど、なんか実際のその業務が想定よりも増えた場合は、もらう方が不満になるし、減った場合は、なんか払いすぎだなって、払う側がなんかこう、不満になるしみたいなのが絶対起こっちゃうよね。起こっちゃうね、楽しいな。そう、なんかこのもうちょっと具体的に話すと、活動をアソシエートアーティストっていう制度にして、1年目は、これをやったらいくら、これをやったらいくらって言って、どんどんその積算していく式じゃなくて、どれだけやってもどれだけやんなくても、みんなこの1年間はこれっていうのでやってみたいんですけどどうですかっていう提案をして、それはちょっとコロナの状況があったっていうのもあったんだけども、予定してたけど延期になっちゃったり中止になっちゃったりしたっていうので、のもあれば、やれた、計画通りやれたのもあってとか、なんかその、じゃあ表に出るとこまで行かなかったやつも、でも実際は動いてたとか、なんかそこに差をつけないってこととかいうのもあったんだけど、なんかどうやったら統合で結ばれるっていうんじゃなくて、多分なんだろうな、ベーシックインカムみたいなことに近いって感じだと思うんだけど、つまりこれで鳥公園のお金で生きてくっていうふうには考えないでくださいってことでもあると思うんだけど、そうじゃなくて、これがあったらこれができるっていうぐらいの位置づけっていうことじゃないと、ちょっと実現できないし自由にできない気がするっていうところがあるっていうことかな。なんかここが、そう、どっちに団体として向かっていくのかみたいな、何を目標とするのか、お金としてとか、なんか事業をじゃあ大きくしていくのかとか、そういうところでやっぱり私は大きくしていくっていうことが、望めないなというのを10年ぐらい経ってだんだん分かってきたというか、なんかそれは自分の性質みたいなこともあるし、ここまでやってきてみて、これをもっとこうっていうふうにはちょっと思えないなっていうのもあるっていう感じなんですけど、そのアソシエイトアーティストの P の後者の方は、なんかメンバーシップに対してお金が出ているみたいな、中身になって、そうですね、なんか生活の足しにはなりますけどね、安定していくらでもいい、ただ
例えば企画ごとに出演してくださる俳優さんとか、かかってくださる俳優さん、あ、スタッフさんには、やっぱりその今までと同じやり方で、プロジェクト単位のこれをやってもらったからいくらっていう払い方を持ってて、それとのバランスも一応考えて、なんか年間でやっぱりいっぱいいろんなことやってて、それの金額とプロジェクト単位で差があってしかるべきだなって。ただもし同じ人がじゃあ鳥公園の企画に複数参加してくれたりすると、プロジェクト単位のかかり方の方が多くなっちゃうっていうのは、なんかちょっと矛盾だなと思ったりもしていて、そこはまだ整理できてないっていうところです。常になんかそのどっちがどっちにしたらこっちでなんか矛盾というか相互が出るとかあると思うので、なんか例えばまあそのベースは払いますよと。で、なんかその線引きは難しいけど、エキストラというかプラスアルファの仕事があったらそこに対しては別途なんですよね。そこは切り分けてお金の追加で払うよみたいな経緯がうまく最初にできれば、なんかもらう方のモチベーションも整理しやすいのかな。なんか結局どこまでコミットするか、どこまで時間を自分の生活も含む時間、自分の時間をかけるかっていうのは、なんだかんだでもらえるお金で測ってしまう要素があるじゃないですか。だからなんか、1-0というか、0-100にはできない、どっちかにできることはなんかもう無理無理だなっていうか、絶対どっちかにしたらこっち悩むなっていうのは、なんかすごいいつもなんか、でもなんかベーシックインカムはなんか、みたいなことは、すごく僕もあるといいなっていう気がしてます。本当に土台のところで。なんか今は、バランスが1年目はすごく悪くて、みんなすごいコミットしてもらうことになってしまって、想像してたより鳥公園重いなってなって、でも私もそうしたい、わけじゃなかったけど、そうなってしまったなという反省っていう感じで、なんかもうちょっとこう、先に、枠が決まってて、これを使ってくださいっていう風に出せるように、うまく作んないと、なんか、とはいえこれやらないとどうなるみたいなことになっちゃうと、さっきのその、ね、誰かに押し寄せていって、それを拾わざるを得ない状態になっちゃってたなと思って、多分、予算もそうだけど、何をしたんだ、なんか予算があって、何をするっていう仕事があって、で、あれ、言おうとしたことじゃないんだけど、忘れてたんだけど、なんかその仕事を、仕事活動を、なんかしてもいいし、しなくてもいいみたいな逃げ道があると、なんか行きたければここまで行けるし、ちょっと今きついからこのくらいにしとこうみたいな取捨選択を、西尾さんとあとその実際に活動する人両方ができるようになると、うまくこう行きたいときはガッと行けるし、ちょっと小さくすることもできるみたい なんかそういう活動の振り方というか活動の回し方っていうのを、それこそその予算とか、だから年初のね、年初っていうか、計画を最初に立てる時点で、製品取れちゃうとやらないといけないのか。それがね、そう、だからどうしても頭が単年度になってて、それがすごく染み込んでいて、やるからにはやらなきゃ。ってなっちゃってるのが、やりたくてやれるならこのぐらいやるし、あ、今はでもそれがしっくり来なかったっていうことも選べるようにするにはどうしたらいいんだっていうのが、そこまでは分かってきたっていう感じ。
まあ、税金の話だと、税金取れちゃうと、それを満額100万取れてたのに50万しかやらなかったら、申し訳ないって気持ちにはなっちゃうけど、それは置いといて、そこで自分とかその活動する人の人件費というか、生活費を当てにしちゃってると、もう絶対やらないといけなくなっちゃって、なんかしんどいねっていう感じ。それは多分、こういう事業ってちょっと活動していて、それで組織を大きくしていくって前に思っちゃうと、まあその活動自体、例えば講演とか、事業自体は結構大きくて、有効化のあるコストができるかもしれないけど、中にいる人は、まあ、辞めれないというか、まだに継続的に同じことをやり続けるっていう気持ちを持っている人が必要になるなっていう。で、多分鳥公園は今のところそっちじゃないグラフができる、というか、まあ、柔軟に自分自身に動けるような設計をしたいんであれば、結構締めるじゃないけど、なんか逃げ道を用意しておくというか。特にそのことと、この次の収入を作る事業と採算が合わない事業っていうことが関係あるなって、うん、前回青木さんに来ていただいた回でちょっとお話しした、何かじゃあ依頼の仕事が来たっていう時に、私が、個人として西尾香織かっこ鳥公園ってものとして行くのは全然何の問題もない。で、ただそれをじゃあ鳥公園として受けるみたいになるっていうのはどういうことなんだろうってちょっと戸惑う部分があるとか、その話が来て、あ、じゃあアソシエイトアーティストの誰々さんに紹介してやりたいってなったら行くみたいなのは、あ、ちょっと何か機会が生じてよかったなってなるけど、それをどんどん取りに行こうみたいなことじゃないんだよなってして、その、ここもだからなんか、活動と一直線でとか統合でお金を結んじゃうと、それをもうやり続けなきゃいけなくなってしまうっていうことを思ってるかなって、なんとか直結させないで、でも必要なのはなってるからできないかなって、それもみんな思ってたんだと思って。そうそう。でもこれもその明確にめっちゃ稼げる事業でありつつ全然非営利の事業やるっていうパターンも、なんかまあちょっと規模のある会社だとやってきていたりもするんだけど、なんかこういう規模の活動でそれをする。出てきたら苦労しないって話になっちゃうと思うんだけど、でも少なくともこういくつか並行していろんなタイプの仕事が活動が、並行して動いていることを自分で認識できるとか、あとはなんかこれ八津さんが言ってくれてたんだけど、継続支援のを書いたのを送ってくれるときに言ってくれたのが、いつも予算組むときにどうしてもなんかどうしてもマイナスで着地するような予算の組み方をしてしまうみたいなことを書いてて、それはその先行きが見えないから。で、いざ申請、いざ計画を作ってみたら、実際に動いてみたら、もっとこう、こうしたいって出てきて、結果的に支出の多くなっちゃって、なんか融通し合えるじゃないけど、両方が両方の活動に変わっていると、なんかうまくこう、バッファーを作ることができると、なんかそういったところの、は少しこう改善される。自分で赤が出たら即自己負担みたいな状況にではなくて、なんか助けを求められる関係性っていうのがあるっていうことだけでも、結構前進というか、大事なことなのかな。でもそのためには、そういうことをちゃんと認識しておかないといけないので、最初に割とこう全体が俯瞰できるような予算も含めた事業計画を共有しておくことが大事。なんかそんなようなことを今永原さんが動かしてくれてる2020プロジェクトの
佃奈々さんっていう美術作家の人とこの間ちょっと話してて、2020は、先にもう上映の日を決めて逆算で作るんじゃなくて、なんかどういう風になるか分かんないけど、とりあえず人が先に集まったって言って、その人たちがやりたいことでやっていくっていう、でお金もみんなで調達するみたいなことをやってみようって言ってるやつなんですけど、インドネシアのルアンルパっていう、アーティストコレクティブの話を聞かせてくれて、その人たちが、なんかまあ、みんなその生活はなんとか自分でルアンルパからのお金でやるっていうんじゃなくて、ただルアンルパ名義で何かワークショップをやるとか展示をやるとかってことができて、でそれで発生したお金がまたみんなの一つの財布に返ってきて、だからその名義でやれることがあるっていう感じにみんなの間に置かれてるって、ただ、まあ、私と佃さんの間では信じられないよねって、なんか理念としては分かるけど、実際どうやったらそんなみんなの財布ってすごい遠慮するよねとかっていう話をしてたんだけど、ただその2020がそういう風になったらいいなと思って、なんか資金をみんなで調達するっていうのは別にものすごい今までになかったクリエイティブな調達方法があるみたいなことを思ってるわけではなくて、ただその例えば福田さんなんかも自分でいろんな申請をしたり、普段一人で活動してされているので、そういうふうにしていいんだってことがみんなで話されて、じゃあこういう2020の一環としてここでこういう機会に一個発表したいなとか、これアプライしてみようかなとかって、でみんなでこう取ってこられるのは今までやったことないからいいかもねって言って、それできたらすごいいいなって。みんなのお金があると危機じゃないけどね、用意してるお金がある、まあそれこそ本当に多分昔から同じこと考えてやってると思うんだけど、ただ昔で言うその組合とかサークルとか考えてると同じだけど、なんか集まるメンバーがやっぱりどうしてもこう身内だったりとか、本当狭い知り合いだったり同業者だったりっていうのが、今はいろんな人といろんなネタでことをきっかけに、いろんなチームというかいろんなこうプレイをなんか技術的に作れるような社会になってきて、そういうのがいっぱい起こって、しかもそれ多分可視化しやすくなってるから、起こってるなっていうのが目に見えると、それこそ昔で言うと本当に同業者の利益団体ですよね。自分の業界を守るための、団体みたいな、それこそもちろん協会組織いっぱいあるけど、それがもうちょっと緩い形でネットワークが集まる人の職種とか属性がもっと緩い形でいろんなネットワークが同じ形でこういうふうに言うと、まあ、なんかこう結構安心するというか、それはなんか時代性の気が打ちできることかもしたいっすなっていう、なんか共済みたいな感じ、なんかそれがその西尾さんが言ってた助成金を痛いみたいなことと同じ話なのかなっていう。そうね、助成金、まあそれはその俳優の人が応募できる助成金が全然ないらしいというのを、俳優でアーティストの高山礼子さんと制作者の塚口真理子さんに制作における共同について考えるかっていうのに出演させていただいたときにそういう話になって、ちょっと私それ分かってなくて、そうか、そもそも申請できないのかというのが、まあ分かってなかったなって思ったんですよね。その俳優のお金がどうやって動いてて、その一個の企画がどうやって実現してるかにもうちょっと関われた方がいいんじゃないかっていう問題意識の持ち方をしてたんですけど、そもそも関わりようがない状態になってたっていうので、ああ、なんか知らないまま
ここに問題があるって思い合ってみたいなことだったのかって、なんかこう、じゃあ、試しに俳優対象の助成金っていうの考えられないかなみたいなことを思っていて、ちょっとそれは別の場で話してたら、カモメマシーンの萩原裕太さんも同じ回のゲストでその、なんか話せそうみたいになったんですけど、それはね、でもその、この公開相談会のその2のお金回り編でもうちょっと突っ込んでいけるといいなと思って、ちょっとなんか、ちょっとだけ触れようと思ってたパワポの話を過ごしちゃってるから、この辺で切り上げる。この、固定費としてのエンパワーメント費っていうのは、お父さんが鳥公園で使ってるスラックにメモで書いてくれてた言葉で、すごく面白いなって思ったんですよ。このニュアンスをちょっとだけ聞いて、パワポを終わりにしたいと思うんですけど。なんか前提が、その、なんだろう、すごい大きく強くし、組織を大きく強くしていくっていう発想があれば、すごい大きな売り上げが立って、すると、ちゃんと、利益が出るというか、その利益がある中で、いろいろ、まあ、福利厚生とか、人材育成とか、当てられるバッファーが、まあ、ある。で、そうやって多分ビジネスが回っているんだろうなと思うんだけど、そもそも人件費を捻出することにも四苦八苦というか、出せてないこともあるっていう中で、やっぱり一番削るべきなのは固定費になっちゃうなっていうのが、まあ、前提にあるんですよね。固定費だから、まあ、人件費もそうだし、事務所を借りて毎月払うとか、それに捨てていくお金みたいな、なるべく節約しようねみたいな。だから直接講演する、最低限必要な経費だけのとかね、必要な、まあ、そうになるんだけど、でも、その、福利厚生費とかっていう言葉は、どう使われ方するかっていうと、その、固定費として挙げられる人件費の中に、持って福利とか福利厚生費っていうのが科目としてありますけど、それはその会社の、みんなの、みんなの福利厚生で、を高めて、みんなのモチベーションを上げて、みんな仲良くなって、それが会社の発展につながるっていう、会社を前提にしている、自然法的にもそういう扱いされてるんだけど、なんか、それをもうちょっと、その会社内だけじゃなくて、周りの、その組織のちょっと外にいる人たちも含めて、そういう福利厚生的な、モチベーションが上がるような、なんかこう、ちょっと人につけるような、お金の使い方を、していくことが大事なんじゃないかなと思って、で、やっぱり削られがちなんだけど、すごい、大事なお金なので、それを、こう、予算を組むときに、優先的に、組んでみるっていう意思は大事かなって、すごく思って、まあ、結果的にお金なかったから、できませんでしたっていうことあるかもしれないけど、まあ、なんか、ちょっと旅行じゃないけど、視察に年に1、うん、2回行っていいよって最初に言えるかどうかって結構価値あるなっていう、勇気がいることだけど、金出ていっちゃうので、あとまあ月に1回、他の人たちなんで飲み会をちゃんとしましょうって予算を組んでおくとか、っていうのを予算として、記録としてなんか可視化しておくっていうのが、大事かなっていうと思って、うん、なんか別に説明持ってない。でもその福利厚生っていうのは結構エンパワーメントになるなっていうふうにすごく思うと、ん、会社のためっていうよりかは、なんか自分をこう成長させる、人を成長させる。うんうんうん、なんかあなたのこと大事だよみたいなことかな、うん、なんかその頑張れない時とかもあるなってちょっともうダメだみたいな時にそれでもなんかこうこれがやれてるから
お金がこれだけもらえるとかだけじゃなくて、いやいや、こういう時あるでしょって、頑張れかわかんないけど、なんかそれってやっぱりその、生み出すものが大事っていう手前に、その人が大事にするのとか、うん、先にある安心感みたいな意味かなって。うん、生み出すのは本人だけど、その生み出すための環境をなるべくサポートするよっていう、だからオフィスをなんか充実させるとか、うんうん、気持ちいい空間を作るとかっていうのもそうだと思うんだけど、そっちをおろそかにしちゃいけないよなっていうと、なんか、うんうん、でも旅行はすごいいいな。そう、視察いいね、すごいいいね、視察。なんか私、そのセゾンのお金でいろんなの見に行けたのがすごく良かったなと思って、うん、マニラに不思議なフェスティバルを見に行ったりとか、やっぱりそれお金なかったら行かなかったかもなって思って、うん、なんか行った結果、なんかその時は1個の演目が2時間押しぐらいになってたりして、うん、なんかでも、なんだろうな。余裕がある気持ちで私も行ってるから、それも楽しいっていうか、なんかすっごい怒ってる人とかもいたんだけど、でもなんかごめんごめんとかって食べ物配られたりして、なんかそういうことも、まあどう生きてるか分かんないけど、あれはなんかお金なかったら行かなかったなまあ、この後にちょっと後藤さんのメモもありで、そこに書いてくるようにして、一回ちょっと。もう、あっという間に1時間ぐらいかかる。一回休憩するして、はい、的な足を緊張しながらやりますか。はい。じゃあちょっとですね、今11時52分なんで、12時まで休憩にしようと思います。では再開します。あっという間に1時間経ってしまったので、次の実際に2020年度の、お金の使い方を振り返るっていう部に移りたいと思うんですけど、ただちょっとですね、その実際どういうふうに、いくらが誰にとかっていうのはちょっとあまりにも繊細な情報なので、そこはお見せせず私たちだけが見て話していくスタイルでいきたいと思うんですけど、順番にいくのがいいよね。で、後藤さんに一応2019年度のやつもちょっと見ていただいたのですが、2020年度からいく方がいい、ね、うん、はい。そうなるとですね、ちょっとまた前の活動報告会で使ってた鳥公園のミロの年表を見てるんですけど、最初に、予定されてたやつは、5月にストレンジシードとシアターE9 かける舞台京都舞台芸術協会のコンティニューっていうのがあったんですけど、それは延期になってしまったので、一番最初、これかな、応募したけど採択されなかった金沢21世紀美術館の&21 っていうのに応募した、よく読んでるよを三浦さんが滞在制作するっていうプランで、ここにちょっとそのお金を、企画にまつわるお金をどうしたらいいんだろうみたいなことで、私が新しく試してみたいと思ったことが入っているので、そこから行きたいと思います。新しく試したいと思ったことって何かっていうと、まあ、さっき2020っていう作品のプロジェクトでやろうとしたことと似ているんですが、収入と支出ですね。チケット収入、だけじゃまあ全然足りないだろうって、どうやって払う。なんかこの支出のところで、
人件費と、実費経費ってまず分かれてて、で人件費の払い方っていうのを、収益を人数で等分って書いてあって、ただし本当に等分でいいでしょうか、要相談の人と等分で行きましょうって強気に行く人とみたいに分かれてるんですけど、そう。お金を企画者が調達して他の人に払うじゃなくて、お金を調達する方法も、考えるのはどうかっていうプランだったんですね。だから、作品の中身だけじゃなくて、三浦さんが、まあ、金沢の人じゃないので、よそ者として行って、で、いろんな人にこう、助けを請いながら、現地の人と相談して、こういうことできるかなとか、やっていくこと自体もクリエーションに入ってくるみたいな、その中身だけじゃなくて中身を作るための部分を一緒に作るっていう関係性でも出ないのかなって思ったっていうことだったんですけど、これを見て武藤さんどう思いますか？これは結局その試みはできなかったんだよね、うん、やってみたらねどうだったんだろうなっていうのはすごい興味深いというか、収入は大体そのチケット収入と何らかの形で調達が半々ぐらいなので結構なんていうかクリエーションとして捉えればやりがいはあるけど、割とこうそれこそ運営に関わってもらうことになるから、うん、負担は多分増えるよね、うん。なんかその時のなんかそれこそお金に還元っていう発想になっちゃうんだけど、いっぱいこう取れたらみんなで今負けしようぜみたいな、あでもそういうことか、うんうん、収益を当分ってことだもんね。そうそうそう、うん、これ逆に言うと全然稼げなかったらみんなもらえる金額が違うっていうことだよね、うん、そう、うん、すみません、なんか言葉で出たけど、黒星と白星は何が違うんだ、興奮する人の中で黒星がついてる人っていうのは、うん、ですね、基本的に当分させてください、頭数で割るで行かせてくださいっていう誘い方をしようと思った人で、うん、出演者、音楽家、空間美術、衣装、宣伝美術、劇作家、演出家って書いてあります、ね。で、白星の人は、ちょっと当分っていうのは無茶なんじゃないかなって、うすうす思ってる人って感じで、舞台監督、照明、音響、制作って書いてあって、みんなで共有する創作現場に集まってる時間以外の方が、重いんじゃないかっていう人たちに当分っていうのはちょっと無茶な提案なんじゃないかなと思っていたということで、まあそれで言ったらじゃあ衣装はどうなのかっていうのもあるし、空間美術っていうのもあるんだけど、この時に三浦さんが持ってた衣装とか空間美術の関わり方のイメージっていうのは、なんか作ることもその現場の中でやるみたいな、なんかオーダーして持ち帰って作ってもらって持ってくるっていうよりは結構その現場でやるみたいなことだったので、このセクションの人もそういう誘い方をできないかと思ったっていうことだったんですけど、どうしても舞台監督、照明、音響、制作っていうのが機材が必要とか、なんかその人からさらにどんどん派生していろんな人を手配するか、そうなってくるともう動かせない、そういうの固定費っていうかみたいなことがありそうと思った。で、なんか下の方の
未行みたいなところに人件費を当分にしたとして、例えば1人に3万円支払おうとすると17人で51万円必要、テクニカルスタッフのフィーとしては非常に少ない、お金を企画者が調達して他の人に払うのではなく、まあ、調達も一緒にやるっていうことをやってみたいっていうのが書いてあって、うちに3万円ってテクニカル以外でも少ないんですけど、うん、いやこれなんかやって入れたら面白かったですねって思うんですけど、うん、多分そんなにこう簡単にできることじゃないので、こういうのがもしできるのであればというか、こういう回し方は多分やればやるほど経験値が溜まっていくというか、うん、だからなんか一回一回で、なんだろう、完結で、はい、集まった生産じゃなくて、なんかそれこそ本当に鳥公園としてこういうやり方をしてますっていうのが積み上げられていけると、そうやり方もなんかな、どうなんね、助成金になってくるとか、なんかこれ金沢21世紀美術館がなんで安分21っていう企画をやっているかみたいな、インタビュー記事のようなものを読んだら、東京を経由しない経済っていうのが、うん、もうちょっと生まれたらいいなみたいなことが書いてあって、すごくそれはいいなと思ったんだよね。その、うん、なんか多分そうだから、作品の中身ってことだけじゃなくて、人がどう移動するかとか、お金がどう動くかっていうことも含めて、この公募の企画がある、公募共済事業っていうのがあるんだと思ったんだけど、でも一方で別にこれやりたいなら勝手に、ね、この公募に採択されませんでしたってなっても、うん、勝手にやればいいのかと思ったりもして、なんか大変すぎる、うん、と思ったんだけど、もうなんかその回しでそういうことをトリコンやってるぞっていうのがうまくできていけると、そこに今回参加した人も、あ、そのやり方に触れることができて、なんか他で要は経験値になるっていうのはなんかいいな。でそれがその多分今までこういうことを考えるっていうのが制作の人が、うん、あともし再開考えていたのに、まあ、参加するきっかけにはなるからいいアプローチだなと思うんですけど、まあ、でも結局多分主催と制作がかなり頑張って集められるか集められなかったかっていう感じにはなる気がするんだけど、こういう見せ方はでもグッとしていいなと思います、ね、でこれ人件費と実費経費で、まあ、人件費の方が多い半分以上なんで、うん、この実費経費を減らす節約することを検討するっていうのも同時にできると、うん、残る利益が増えるので、収入を増やすことと費用を節約することっていうのは両方一緒に考えられるといいのかな。具体的に載っているのがやってるのがどういう、うん、という感じかな、うん、そうなんかね、まあ、実際やるとしたらここに書いたこんなにお金を集められないだろうと思ってて、うん、まあそしたらその鳥公園のお金から出すっていうことだって思って応募したんだけど、うん、なんかそれでいいのかなと思う。なんか、それは出したくないっていう意味ではなくて、これをやってみたいって言って、打ち出すからには、それで集まんなかった時に、どうにかするのはやっぱり言い出しっぺだなと思ったんだけど、こういうことをやろうとするなら、もう、この期間って、何月が、公演ですっていうのに向けてやるじゃなくて、もっと
いつ形になるか分かんないぐらいじわじわやるっていう覚悟じゃないと、うん、試しにやってみようみたいなことじゃダメだなと思ったっていうやつでした、うん、ね。なんか嫌な言い方をすると今回一回だけちょっとあなたの考えてだと、うん、なんかよく分かんなかったで終わっちゃうっていうのはなんかそうだろうなって気が、うん、そういう可能性も結構高いと思って継続していけるといいなっていう仕組み、ここで考えたことが、じゃあ、その、公募のに応募してとかじゃなくて、2020でやりたいんだけど、うん、こういうやり方でっていうふうになったっていう感じですね。はい。それの次に、これが関連したのは、京都市のあの、緊急奨励金、うんに申請しようっていうのがありました。文化芸術活動研究奨励金。これちょっとその中身の前に、京都市に住んでなくても良い、うん、あ、そういう範囲に対して支援をしてくれるんだっていうのがすごく考えさせられて、いいなって思ったんですけど、で、同時にその、誰に対してやってるのかみたいなことを、ちょうどシアターE9でやろうとしていた企画っていうのが、延期っていうのが決まりそうなタイミングみたいな感じで、まだやる可能性もあって、じゃあ京都以外からのお客さんを迎え入れていいのかとか、やっぱり、鳥公園は今までは東京メインで活動してきたので、どのぐらいいるかわかんないけど、京都でやるって言って見に来てくださる人がいるってなった時に、移動を促しちゃうけどいいのかとか、なんか、今まではその、もっと抽象的な、観念的に誰にでもっていうふうに思ってやってきたけど、ああ、今、このタイミングで発表するっていうのを京都で発表するみたいなことって、誰に向けてやることなのかなみたいなと思ったりしてたのと、同時になんかこの京都での、団体っていうんじゃなくても、これまでに関わってきてたら出せるのかっていうのが結構驚いたんですけど、うん、ではうん、これは、そうです。多分、これはね、もともと予定されてた件数よりものすごくたくさん応募が来て、うん、で、京都市もその予定してた予算よりものすごく増額して、多分、基本的にはその内容の審査じゃなくて、不備がなかったら採択してるっていうことだったんです。うん、金額的には50万いかないぐらいの金額の総額の企画だけど、やってみてどうでした？この、ワークショップ、そう、ですね、これがワークショップをやりますっていう、鳥公園で3人のアソシエイトアーティストが企画してくれた3種類のワークショップをやりますっていうので申請して、延期になっちゃった永原さんが演出する予定だった「すがれる」っていう作品が、京都と静岡でやるはずだったんですけど、どっちも延期になってしまって、でももう動いてたんですよね、創作自体は。だからその関わってくれた人に、オンライン稽古を結構長い期間やってて、でそれによって永原さんはそのワークショップの内容を練ることができたっていうふうに言って、ここのお金から、延期になってしまったけれど動いてくださってた分とか出演料って、結局今年やれることになって、同じメンバーの方々に、関わっていただいてたお金を調達できたっていうのはすごくありがたかったなと思いました。としてはワークショップの運営費と、
素案作り謝礼っていう形で、うん、それがやっぱり払いたいっていうか払おうとは言っていて、うん、クラウドファンディングのお金があったので、じゃあまあその余裕の分から払うってことかなって言ってたけど、収入がなくなっちゃったはずのやつがここから助かったなっていう、うん、まあ、あと日向に載ってんのはアーカイブ作成費と準備容量ちょっとあっちに載せてると思います。そう、ミノがでみんなの活動をやってる中で上と下に分けてるんですか。もう表と水平が、うんうんうん、この表がなんかすごい面白いなと思って、で表にももちろんお金かかるけど、水面下にもお金はもちろん実はかかるし、一番そこをおろそかにしちゃいけない部分一番っていうか、うん、なってなって、で今その永原さんの企画用というか、そういう作りの部分とか、そうお金がかそれができるっていうのは、多分それこの企画だけじゃなくて次につながってるわけですよね、うん、なんかこう助成金の収支報告とかだけで見ると切り取られて、まあ、その50万円の予算で出して報告しておしまいだけど、でもちろん表の部分も次にはつながるけど、下の部分が結構密接にこう次の事業ってつながっていってたり、人のつながりとか多分特にそうだし、クリエーションの次に生かされたりとかっていうのがあるって考えると、すごく大事なそのお金の使い方をしているなっていうのと、なんかそこはそれこそ石尾さんが言ってることだと思うけど、通して考えたり、この人に年間いくら払うっていう考え方もできるといいねっていう、なんかすぐ払っちゃなくて、これで多分この声払ったから、次の取れた助成金ではいくらくらい払おうかなみたいな、そうするのが、そうしたらあります、うん、なんかこの表のお金と水面下のお金っていう分け方で予算書を収支表を見ると、なんかそのなんか販売という割合がどのくらいかとか、水面下でどのくらいいろいろなバリエーションどんどん加入しているかなっていう見方もしてみたら面白そうだなってなんか気づきました。で、その次が、うん、そうそう、このミロで鳥公園からのお金は動いてないんですけど、そういう意味ではその関係性が続いていることで発生したっていうのは、このミロ上のコンティニュー関連企画ケース1、ケース2っていう私と永原さんがやったのがあるんですけど、これはシアター院内京都がやっぱりその公演をやらないってことがたくさんあって、劇場はあるんだけど場所が空いているっていう時に何かできないかって言って、そのコンティニューで関わってたアーティストたちがアイディアを出して、で、実現できたみたいなことがあって、そのこれをじゃあアイディア出すからそれでお金が発生しますみたいなことでもなかったり、あとその劇場費が発生しますっていうことでもなくて、ちょっと今空いてる部分で何か生み出せないかなみたいなのは、もともとにベースにあった関係性があったからできたことだなと思いました。でもこれは、うん、お金はだから動いてなくて、劇場の方たちがすごく動いて、うん、形になっているってことなんですけど。で、次は入水かな。三浦さんが、ストレンジシードで1回延期に、5月にやる予定が延期になって9月開催になったんですよね。で、永原さんがちょっとスケジュール的にその時期だと参加できなくて、代わりに三浦さんが入水っていう作品を発表してくれました。
支援のやつ、うん、継続支援の三浦さん個人っていうやつです。うん、すごい、うん、これはあの三浦さんがあ、これ画面共有しちゃったんだ。そうそのやっぱりこの状況で、俳優と集まって創作するっていうことはちょっと選べないっていう、うん、あとお客さんとも同じ空間でやるっていうことをポジティブに考えられないので、俳優が演技をして作品を作るってことはやりたいけど、生身で登場するじゃなくて、あのもう映像があるで、iPhone と か, なんかパソコンの画面とかいろんなので空間に配置されていて、それで演劇空間を立ち上げるっていう作品を作ってくれて、なのでたくさんいろんな機材が買われている。では、あの作るための制作支援金っていうのがストレンジシールから、ある程度いただいていて、それもあったのでそれと絡めて継続支援事業をに申請して、うん、基本的にはその俳優さんたちに普段払えるよりもうちょっと、まあ、短い制作期間だったけど映像としてずっと残ってまた何度でも再演する可能性があるのを許容していただくっていうのもあって、ちょっと多めにお支払いできるね、継続支援のおかげでってことになりました。これはこの予算書作りにはどのくらい鳥公園として、関わったんですか？一緒にも作った感じ？うん、一緒に作ってた。うん、最初、三浦さんが、時給換算で、稽古時間に対してっていうので、うん、俳優さんの出演料を予算立てしてくれて、うん、なかなかいつもその基準では払えてないんだ、みたいな話をして、何を基準にしたらいいだろうみたいな、なんか、でも映像でちょっと普段とも違うしとか、まあ、継続支援に申請できるしっていうのもあって、この金額に落ち着いたっていう感じで、ちょっとそこでその、時給換算、そうかって思ったことがありました。時給換算、どっちが高かった？時給換算で、の方が、今回この作品に関しては、一人一人のその拘束時間がかなり短かった。普段の生身で作るのだともっと稽古時間いっぱいあって、それに対して全部その最低賃金かけるっていうのだと、ちょっともう溢れちゃうみたいな感じでやってるけど、この時間なら無理ではない。ただその、無理じゃないから払うとなると他の企画との兼ね合いとして良くない気がしてどのぐらいいいんだろうっていうのを相談したみたいな。三浦さんだけじゃなくて今回鳥公園もいろいろ出して、いろいろ出して総額で見ると結構な金額になるんだけど、じゃ申請主体はそれぞれ別なので、うんうん、予算的には別々、うんうんうん、なんだけど、でもやっぱり結局全部まとめて考えると、全部まとめて考えて予算を作ってるわけですよね。だから例えばなんかこう、次の年度の予算書を作るってなった時に、また継続したいのもし仮にあったらどうするかっていう、その、すると鳥公園の全体予算には直接入れられないけど、多分参考情報として横に並べて、なんか管理していくみたいな感じになるのかな。今回継続支援なんかそういうパターンすごい多そうな気がしますけど、共同申請っていうのもあったし。うんうん、そう、その予算を
どう立てたらいいかっていうのは1年目やってみてそんなにすごく方針がしっかり決まったわけではなくて、鳥公園として、今までこのぐらいの感じでやってきましたみたいなことと、あとこのぐらい用意できる、ここからは厳しいみたいなラインと、それぞれの演出家の人が自分の現場でどのぐらいでやってきたかっていうことがあって、まあ、それぞれ様々で、最初じゃあ私が予算案を各企画について作った方がいいかなとも思ったんだけど、でもその座組の中の人のオファーは各演出家の人がキャスティングしてオファーしてくれてっていう感じで、その関係性の中であって、やっぱりどのぐらいの金額で一緒にやってきてるか知らないから、先にちょっと予算案を作ってくださいってお願いして、でその3社の出してくれたやつと鳥公園全体とっていうので、あんまりバラバラになりすぎないとか、だけどこれからもその演出家とそのそれぞれの人の関係が続いていくってなると、あんまりそこまでこぼこしちゃいけないかとか、なんか調整が難しい。そうね、なんか一人が予算をもう作るぜっていう分かりやすい組織だったら、まあ、なんかのボスっていうかプロジェクトリーダーがもうこれでみたいな感じでいけるけど、なんかさっきも言っていろんな組織がなんかそれこそお金出し合うぜみたいにしたとしたら、なんかお金の配り方みたいなのはやっぱり明確なルールがないと難しい。いやでもなんかそこだけすごいすごいすごい金額っていうのはそのかけるなんとだっていうので動いて結構お金動いたんだなっていうのは、やっぱりそうできたのは、先にクラウドファンディングのおかげである程度まとまったキャッシュが手元にあったので、あ、じゃあこれプラス継続支援事業で動かせるみたいになった。今年はとても特別な年だったなって感じで、いつもこうは全然できないし、私本当お金のこと全然ダメなので、そういう特別な状況じゃなかったら、いや特別な状況でも危ういんです。大きいからね、うん、で支援は自己負担が絶対発生しちゃうっていう仕組みなので、みんな申請したら絶対自己負担がね、そこはなんかね、キャッシュは大事だよね、そのありがたさを感じた。だからなんか、2021年度の予算立てをどうしたらいいんだろうなっていう方針から、まだ、まあ、そんなに変えられないと思うんだけど、実際感じです、はい、で入選はやっぱり三浦さんとしてもこれだけ大きい金額で一個の企画をやるのは初めてって言ってて、そうだよなってちょっと、これ多分心境っていうか、まあ鳥公園と一緒に書いたにせよ、申請主体は自分になってるわけだから、それはなんか鳥公園が出した助成金のお金をちょっと任されるっていうことはなんかレベルは違うなっていう感じで、なんかこういうやり方がむしろこれから鳥公園がやりたい方向性だっただよね、多分、鳥公園と の中にいないようじゃなくて、鳥公園の外というか、の人に使ってもらいやすいような、なんか、公園があるみたいな。その次が、八さんの12月の昼の街を歩くのワークインプログレスだったんですけど、
それもやっぱり講演じゃなくてワークインプログレスだからどのぐらいにしようかって、うん、結局そのオファーする段階ではでも2021年度にやろうとしている本講演も、まあ、当然一緒に参加してもらえるっていう前提で考えてくださいみたいな話の仕方をしていて、私がアシスタントのあれを見失って探してます。大変な対応パーッと入って、あとは撮影機の時というか報酬を、うんうん、あそう、あのなんか材料代っていうのはアシスタント個人でこの企画と別で申請してるやつで、だからこのワークインプログレス関連で発生しているのは全部人件費。今回のこれ見てても人件費を払えていて、うん、あの当たり前のこと言うけど人件費を払うってすげえ大事だな。うんうん、思います。なんかこういう機会だからって言われてる、仕事があればお金を払えるんだっていう、うんうん、なんか仕事作ればいいのかみたいな、ちょっとまあちょっと状況に甘えた逆の発想かもしれないけど、お金が、まあ、出るのが分かってるからっていうちょっと特殊な状況ではあるけど、やっぱ人に払えるとそれが本当に直接こう、うん、なんだ、収入があるんですね。本当にいろんな人を巻き込んで、いろんな人で仕事を振り合うっていうことは、本当に、まあ、継続支援限らず、意識をしておかないといけないなって、改めてなんか今回、思いました。うん、うん、このワークインプログレスも、やっぱり、ワークインプログレスなんて収入ゼロなんで、うん、どうしようと思ったんだけど、でも、結構不安な状況でクリエーションに関わってもらうことになるとか、なんかそのことも含めて、まだ2021年がどうなるかもわからないけど、でも一緒に作り続けるっていうことに、関わってほしいですっていう約束をお願いするっていうのは結構大きいことだなと思って、なんか縛りでもあると思って、そのそこに対して払える機会だったらできるだけ払えるといいなと思ったと思って、なんかさっきのその共済みたいなことができないのかなと思ったのにちょっと近い。あ、そうで、さらにそう今回思ったのが、人件費払えるといいし、まあ、今回はそのみんなが申請できる助成金、補助金だったかあるけど、みんながみんなに払うっていうのができたから、うんうん、なんかまあ、お金がこう、多分すごい回ったんだろうなっていうのはある。一人のところで止まらずにもらって、で、僕も申請してて、僕も人に払ってっていう。そうすると、なんか結局みんなちゃんとそうなって初めて回るというか、なんかそのいろんな人が、まあ、事業主というかみんなフリーランスになれって言い切るのもあれだけど、うん、なんかそうやって仕事を振り合うっていうことがなんかすごい実感できたというか、なんか何で聞いたんだったか、多分京都のさっき出てきた緊急奨励金に関してで、審査をされた方だったか、相談に乗ってた方だったかが、普段やっぱりその団体の主催者とか制作者っていう人たちが主にそういうものを書くけれども、もっと違う立場の人からもたくさん申請が来たってことをおっしゃってて、俳優さんだったり、照明家さんだったりとかっていう人が、そうすると、もう書き慣れてる人だと、ある程度こう決まった定型文を書いてくるとか、
だけどそうじゃなくて何が必要でっていうことがその初めて回路が開通したような言葉で書かれてきていて、そういう意味が実は、まあ、副次的に発生したというか、でそれすごく大事だなと思ったんだよね、聞いた時に。なんか私がその、まあ、私はやっぱり俳優の人のことを一番思ってしまうんですけど、お金周りから阻害されてるっていうことが、なんか関わりたいのであれば関われた方がいいんじゃないかと思ってるのは、そういうところで、なんか、ね、きっとその、なんかその回路が通ったら違うことが起こるんじゃないかなと思って。もう回路を通すのが、これからの、なんか、鳥公園は、なんか、意識していくことなのかな、意識することの一つなのかな、なんて。ただその前回青木さんとのお話でもちょっと私言ったかもしれないんですけど、なんか自分の中のパターナリスティックな部分を感じるというか、なんか私もこういう書類決して得意な方ではないけれど、でも何度か書いたことがあって、その今回初めて書くっていう人がアソシエートの中にいた時に、なんか最初書けるようになった方がいいんじゃないかって思ってた自分がいて、とかそのそういう回路が開通するといいんじゃないかってそういうことだと思うんだけど、でも一緒にその書類を作りながら本当にそうかなと思ったりして、なんかこれになれるっていうことが本当にいいのかっていうか、なんか開通させ方も気をつけないといけないとか、なんかこういうふうに書けばいいんだみたいなことじゃないなっていう、なんか本当に自分で何が大事か分かって書くってことと、なんかその私も全然正解が分かんないでこれをやってたんですけど、だけどなんかここは多分こうした方がいいんじゃないかなみたいなことを言いながら、本当かなとか、なんかこうやって書いといた方が通りやすいと思うみたいなことを言ったりして多分そうだと思うんだけど、それを覚えることはどういう意味があるんだろうと思ったりして、政権の効率的なうまい書き方をバーンとこう一般に付することを、まあ、したらいいかもしれんけど、なんか本来の趣旨からなんかちょっと離れていっちゃう感じがありますよね。なんかまあ取れる、なんか無駄なミスをなくすとかはもちろんいいと思うんですけどね。なんか昨年度の初めの方は、結構いろんな書類をみんなで書いてみて、それによって何を思ってるかっていうのを顕在化して、すり合わされたりしたらいいんじゃないかっていろんな提案をしてみたりしたんだけど、本当にそのツールがいいのかはちょっと今疑ってるところもあって、なんか考え中に全員が同じことを同じようにできるようになるべきではべきとは言わなくていいよね、でもやっぱりね、今回いろんな人が自分でやりたいことを申請したってすごい大きいことだったんだろうなって、それはそう思います。次にお金に関わったやつっていうと、もう大きいプロジェクト単位では終わってますね。あとは出したやつで、さっきちらっと言った、2020っていう作品をゴールから逆算じゃなくやるっていうやつで、お金はでもみんなで調達する、私は個人の継続支援事業でそのプロジェクトに関わっている人の、謝礼を払おうって言って申請して、で
でもそれ別に相談しないで申請したんだよ、自分の個人の。で、あ、申請してました、払いたいですみたいなことをみんなに言って、あ、分かったって言って、それをみんなに言うときにちょっと相談すべきだったのかな、こちらと思って、でも、いや、別にやりたい人がやるでいいよなって後から思ったんだけど、みんなでこう、全部みんなで決めるみたいなのが多分動けなくなるなって、なんか、やりたい人が動く、で、動きが生まれるみたいなことの方がいいよなって考える機会にそれが一回なったっていうのがありました。お金をもらえるとね、もらえるっていいけど、嬉しいけど、もらうってことは、基本的には何かをしたからもらえる。だから、で、または何かをしないできなくなるね。っていう、なんか、義務も発生しちゃう。うん、近づいちゃう。だから、それは、そうね、強制、逆に言うと強制になっちゃうよね。やっぱ筋力が発生するのかな。あ、するよね。私が取ってきて、じゃあみんなに払ったっていう、ある一回があったみたいになっちゃうと、うん、あ、どういうことだろう。それ多分、こっち意識してなくても、もう払った側、払われた側みたいな関係はもう事実なので、どうしても払われた方も、払われてるな、その払われてるなって意識を持っちゃう。そうね。そう、そこは多分自覚的でいないといけないんだろうなっていう。そうか。だから、本当なんか、ね、鳥公園のさ、面白いって難しいところは、こう、パチッとこう、なんていうパチッとこう組織があって、その中と外みたいな分け方を、まあ、しないというか、どっちでもやれるよみたいな、コレクティブ的な、うん、そうなのかもしれないけど、まあ、そんななんかその距離感が常にこう、ブームにしちゃう。うん、だから、もう、祖母は本当に、いつ、何時、なんか、ぼーっとしてる、多分、勝手に、どっちかが不満を持っちゃうような、状況が起こりうるよね。でも、なんか、あんまりこう、ルールを決めすぎると、見事なような感じしないみたいな。多分、私、すごく分けるのが苦手なので、分けるための仕組み作りみたいなのを作った方が、それでもどうしたってなんか連結しちゃったりするだろうなと、どう言えばいいの？分けるための仕組み作りって、あるものはここまでですよっていう、うん、さっきのアソシエイトアーティストの P みたいなことと同じだと思うんだけど、なんか、自由になってもらうためにも枠がないとやりようがないは、本年度ですごく思ったっていうところで、結構だから、区切った方がいいのかなって。区切って、クリコヤになって、アソシエイトの3方がいて、で、例えば、プロジェクトとして2020があって、2020のメンバーがいて、で、まあ、他にも、なんか、みたいな区切り方をして、その人その人のお金の払い方、まあ、そのお金の払い方と、その、で、何やってもらうみたいなのは、まあ、最初に、柔軟ではあるんですよ。とりあえず、目力にして、見つめるっていう。払う、払う主体が常に鳥公園、っていうんじゃない風にできないかな。鳥公園が場で、さっきその佃さんが言ってくれたような2020っていう、プロジェクトがあって、場があって、そこに人がいて、うん、あ、この中のこの人とこれやりたいって言って、その個人でゼロから立ち上げるよりやりやすい、うん、なんか申請するにしても声かけやすいとか、なんかアイディアとか人とかがここに行けば出たり入ったりしてるけどいるみたいな場所があって、これを使って、まあ、お金取ってくる人もいたりとか、なんかこれに
誰々さん一緒にやってよみたいなのがやりやすい場所みたいになったらいいな。すごくいいなと。鳥公園じゃなくてもいいし、鳥公園の人様いなくてもいい状況が、なんか具体的に、でもなんかフォーマット作りして、うん、して、会員アソシエイトに対するお金の払い方を具体的に決めて、まあ、それだから、とにかく、マニュアルって言ったらだけど、やっぱりマニュアル化していくみたいな。うんうんね、それこそ今その、林さんとやってるような契約書作り、うん。で、あれが、いわゆるその契約書、なんかこう、理念を書くみたいな感じになってるんだけど。うんうん、そうそうそう。なんか、弁護士の林さんっていう方にも相談して、鳥公園とアソシエイトアーティストの関係性をもうちょっと言語化した契約書を作れないものでしょうかっていうふうにお伺いしているんですけど、で、そしたらその、こういうことが言いたくてって話してたら、アソシエイトアーティスト個人と鳥公園っていうんじゃなくて、契約書じゃなくて、アソシエイトアーティストシステムっていうのが何なのかっていうのを言語化した理念みたいなことの方が、多分いいんじゃないかって言ってくださって、これはどういうことをやろうとしてる仕組みで、これによって何を目指してて、なんかそこに乗ってくれるかどうかっていうのが、それを読んだ個人個人が決めるっていうことの方が、多分実際にやりたいことと相応がない言語化なんじゃないでしょうかと言っていただいて、そんなこと今やってるんですけど、そういうシステムをアソシエイトアーティスト版と、なんか、階層なのか、いろんなパターンなのか、いくつか複数持っていて、で、そのシステムの文章は、みんなにこう、定型フォーマットとして見せれて、これやりたいって言えばどうぞ、みたいな。誰とやるかは好きにしてください。なんかだからそうそう、その中でその何が主体かとか何が主語になるかっていう話になって、今って鳥公園のステートメントの結局最後に西尾かおりっていう署名が入って、結局これは西尾さんが書いてるってことですよねって言って、本当そうですねって、鳥公園はっていう主語で何かを言えるのかと言われると、そこが多分ずっと私がどうやったら分けられるのかと思っているところで、西尾はっていう主語は、まあ、いつでもあるんだけど、鳥公園はっていう主語が発生するためにはどうしたらいいだろうと思っていて、で、その中に西尾が入ってないバージョンの鳥公園はもう生じてほしいっていうのが多分今、何年かかけてやろうとしてることだった。会社で言うと定款っていうものを最初に作って、そこには第一条から書いた、いろいろなんか欲しいプランとか総会はどうするとかで、まあ、最初に事業の目的みたいなのを書いてあって、そこにはやろうと思っている事業あるいはこれやとにかく列挙しておくみたいな感じなんだけど、まあ、それが結構法人の大物になるというか、あんまり株式会社だと理念とかあんまり書く欄がなくて、割と具体的な実務的なというか手続きごとの決まりごとを書いてるんだけど、でも NPO 法人とかだと結構定款にも、我々はこういう社会的課題に対してこういう取り組みをしたい、それを目的として、これを理念としてやりますっていうのは結構書く。で、割とフリーにこう書いてる法人とかもあったりして、それ読むとなんか色が見える法人とかもあるよね。そこにはもちろん、まあ最初の代表の名前とか書いてあるけど、でも代表ではなくて、その法人が主語になっているので、だからですね、法人化してなくてもある。てか、規約を持っている。持ってる。
なんか、ああいうのを分かんないけど、なんか楽しく作り込んでいくとか。で、その上で、その、具体的なものとして、アソシエイトアーティストのシステム、契約書のシステムとか、他にあるみたいな。適当に言ってるから、時間にかかるかもしれないけど、そうしてみたい。カンプルームの場合は、景観がある。景観ある。あるけど、それこそ本当に、あんまりこう、なんだろう、理念とかは書いてない。やるかもしれないことをとりあえず列挙して、全然やる気もないというか、なんか物売りとか、あのまあ、制作業務とか一応項目に入れたりしてるんだけど、まあ、あるにあります。それか、うん、その文言はそんなに人によってこう表記がぶれる、揺れるようなものじゃなくて、まあ、みんな。経験の方があって、もうフォーマットがあって、で、割と好きにしてくださいって言って、強制収集とか、少々したら投げると、もう定型の、はいはいはいっつって、いくつかその、株、一株いくらにするとか、なんとかこうするとか、なんかする、住所どこですかとか、あるんだけど、大体もう決まった内容で作っちゃうし、あんまりこう、振り返ることがないような法人も、かなり在宅があるんじゃないかと思うけど、遊びどころではあるので、遊びたい人は、遊んでたりする。その理念的なものを書こうとしたら、まとめるのかなり大変だろう。多分、うん。なんか、ね、こうやってこう、口頭で話し合ってる部分はずれてなくても、この単語を選ぶとか、ここに点を打ちたくないとか、なんかそんなことまでみんなではああやって、これで納得ですみたいなのができたらすごいいいだろうな。理念もそうなんだけど、それこそその総会をどうするかとか、理事会をどうするかとか、それはいつ開くのかとか、理事会で決められること、総会で決めるべきことみたいなことは、基本的なフォーマットあるんだけど、NPO とかだと NPO 法で、これは最低必要なこととかっていう項目あるんだけど、割と結構いじれるね。その会議体のシステムを自分でいじれたりする。で、一般社団とかだと、理事会をそもそも置くとか、もうそもそも理事会置かないとかっていう選択肢もあるので、それこそその法人の大事な事項を決議する会議体の設計は結構自由に設計できる。会議体っていうのはすごくプラクティカルな感じがしました。理念はやっぱりちょっとふわふわしちゃうかもしれないけど、実際どうやって決めるのかっていうのはすごい大事だなって、そこかもしれない。なんか基本的には多数決なんだけど、まあ、決議事項が決まっていれば、あ、これは絶対これを決めるためには、総会開かなきゃいけないんだな、みたいな感じになって、で総会開かなきゃいけないってなると、やっぱりみんなに招集かけて、すいません、なんだろう。って集まってくださいって言って、みんなその心持ちで集まって、みんなでその団体のことを話す。その議決事項を、考えるっていうことを種にして、いろいろ法人のことをみんなで考えることが設けられるっていう。だから結構しっかり総会をきっちりやっているようなところは、そこでまた、まあ、年に1回しか集まらなくても、みんなでまた顔を合わせて、これはどうしていくみたいな話を考えたりして、やっぱりそこの前提には、その総会をどうする、理事会をどういう仕組みでやるかっていうことがきちんと定款に定められている。なんかその辺ちょっとこの間林さんとお話ししてても難しいとこですね。なんか私の話してることが矛盾があるって言って民主的にしたいのか、でもある程度、まあ、独裁的にというか責任を取る、そして決断の権力を持っているみたいなことを
分散しない方がいいって思ってるところで、それが、うん、私なんかやっぱりアソシエートアーティストは劇団員ってことではないっていう線引きとか、なんかそのお盆部を作って運営のこと一緒に、うん、とアソシエートの人たちが例えば取り公演のも全部予算決めて、これで使ってやっていいですよじゃなくて、一緒に話した方がいいと思ってるけど、なんかその、じゃあ多数決でみんな一票ねみたいなことが、なんかいいと思ってないみたいなのは、その、そこの責任を持つってことが、アソシエートっていう立場の自由さになるんじゃないかとか、みたいなとこで、結構じゃあ結局独裁的じゃんみたいな話になって、そうです。枠は、あの、中さんが決めた方がいいのかなっていうのは、個人的には、取り公演の範疇については。で、その目で遊べる余地というか、で、配慮できる自由さを置いとけば、なんか予算のこと考えててもどういう項目を立てるとか、どういう区分を作るとかっていうのは基本的に、まあ、なんか意見とかはいいかもしれないけど、まず2週間作ってみてその上でどういう立てるかをしないと、なんか話進まねえなとか思うし、だからその公演というものがやっぱり西尾さんが多分作った上で、だから自分で一人で決めるっていうことにして、うんうん、その外の、そうか、だから多分、それで言うとアソシエイトとの契約というか、関係性は西尾さんだけで決めるのでは多分ない。多分でも文言を一緒に作ろうみたいな感じっていうよりは、こういう風っていうのを私が作って、これだとこう感じるとか、これだとこのように読むとかって言って、なんか直すっていうか、そういう一緒に作り方かもしれない。イメージってどうですか？こういう紙になりそうみたいなのって。ああ、なんか、絵も入ってたらいいんじゃないかな。言葉が、いや、何なんだろうね。やっぱり誰でも来てくださいって、あんまり思ってなくて、アソシエートに関しては。しっくり来る人と始めないと、めちゃくちゃなことになるなと思ってて、そこのそのうまくいかないことを頑張るをやりたいわけじゃなくて、なんかやりたいことが形になっていくができるだけスムーズに起こるようにしたいってことはものすごく選別がある。でそれをこうやりたいこと、どういう書き方をしたら相手のリーダビリティでこうしっくりくる時点でだいぶいいみたいなことになるのかっていう設計なのかなと思って、なんかだから夢のような書き方だと、まあ、そんな別に夢のような条件じゃ全くないからそんなことなんないんだけど、なんか違う人が来てもうまくいかないだけだなっていう、なんか別にそんなにたくさんのものを提供できるわけじゃないけど、なんかこう場を必要としてくれるかどうかってことなのかなと思って、そこがなんか開かれてるというイメージでもないってことですねなんか誰でもじゃないみたいなことが大事なんだろうなと思っていることで思います。ちょっとまた1時間くらい
ましたので、休憩を入れて、今日の目標の最後のところまでいけるかな、いけるようにしたいと思います。はい、じゃあ今、11時じゃない、1時2分なので、1時10分から再開したいと思います。では、再開します。もうあっという間に残り50分ぐらいなので、ちょっとその今日の目標って言ってたプラクティカルに入っていきたい。はい、今ちょっと休み時間中に話してたのは、2020年度の活動を年度として捉えるっていうことのために、今日私は宿題を出してもらうみたいな話をしていて、今は、まあ、今の時間の中では一個一個の収支決算を見ていってたんですけど、それを全部、まあ、自分が個人の確定申告で使っているような会計ソフトに取り込んとしても入れて把握するっていうことからしましょうっていう話になりまして、でそれ私がハンドリングするトリコエン全体という部分と、なんかもうちょっと渡す部分、各企画、演出家の人に渡すみたいな部分とを並べて見られるようにしていけるといいね、みたいな話をしてました。それをやった上でじゃないと、2021年度の予算を組むのもなかなか難しい。2020年度は継続支援があったっていう特殊な状況だったので、アソシエイトの3人にもその個々人で主体として申請をして、鳥公園のプロジェクトを申請したっていうのがあったから、特に2020は顕著だと思うんだけど、でも仮に継続支援がなかったとしても、そういう座組の組み方っていうのは割とイメージに合っていく、うん、望んでることです。運営、なんか、バランスで難しいなと思ってるのは、どのぐらい分けて、どのぐらい分けない方がいいのかっていうところで、今年はその、すべてのことを全員でやろうとしちゃって、身動き取れなくなっちゃったので、今、切り分けようとしてるんだけれども、ただ、完全にもう渡すっていうんだと、全然良くないなと思って、前に後藤さんが裁量がどこまでか分かっていると人は動けって言ってたのが裁量かと思って、そのためにもその裁量を渡してでも行き来するみたいなのが理想な感じです。なんかちょっとダミーの表を、簡単な表を作ってきたありがとうございます。シートで、この数字は全部ダミーなんですけど、左側の四角が、まあ、基本的には鳥公園に直接、鳥公園の口座に入るお金と、鳥公園の口座から出ていくお金、鳥公園の主体となっている事業。で、その中にも、企画はいくつか並行して進んでいて、例えば公演をやったりとか、企画をやったり、取り込みとして企画をやったりとか。で、FH のその他っていうのは、その他の、なんだろう、それこそ、弁護士先生に相談するとか、プロジェクトじゃないんだけど、この団体を回すのに必要なお金っていうのがあるので、それを縦で、まあ、この表はそういう組み方で、縦で分けて、で、他にも多分いくつか企画があるんで、企画ごとに縦で分けて、一番下に行くと損益で、その事業その企画で最終的に黒字だったのか赤字だったのかが見えると。で、一番大事なのは、それぞれの企画事業の最終値を結局合算すると、トリコ園全体でプラスになってるのかマイナスになってるのか。ここが多分一番大事で、ここをなるべく赤字を減らす、黒字に持っていくために、場合によっては、公演単位、企画単位での、節約したり、収入を上げる努力とかもあるかもしれないと思うし、
場合によってはその企画同士でこう流通するというか、あの使い回すというか、例えば人に仕事を頼む時のこととか合わせていくらでもいないとか、そういうのもこういう表を作っていく中で、あの検討していって、最終的に帳尻を合わせると。今なんかこうバラバラで予算書があって、バラバラで動いて、バラバラでなんか赤出ちゃったみたいな、赤出ちゃったのはじゃあ私のお金でみたいな、自己負担しておしまいっていうのだと全体が見えないので、一旦全部俯瞰的に、あので、結局最終的にどうだったのかっていうのが見えるところまで、最初になんか目処がつけられていると、結構その調整をする発想が生まれてくるので、これはやったらいいのかなと。今西尾さんも言った通り、その外でというか、鳥公園の主体じゃないんだけど、鳥公園の企画として動いてるお金みたいなのも、実態を把握するためには必要だし、その鳥公園の事業と、鳥公園が主体になってる事業と、その外の事業とで、でも結局水面下のところで同じ人が動いていて、同じその 連動して活動していたりもするので、表としては分けるけど、並べてみて、で、総事業規模みたいなのも把握して、と、実際の活動をする上での、指標になるかなと。で、まあ、適当にっていうか、簡単に。でこれを2021年度をひとまず今上がっている検討している事業をとにかく列挙して、一個一個具体的に数字入れていくと。というのもやっとなんかこう考える種になるので、いいなと。これは、その企画が始まる前にまず予算を立てるときにこれを作って、で実際こう動いてて、それはまた別の、それは会計ソフトに、そうだ、そこの辺は結構具体的なビジネスフローをどうするかっていう話をしないといけないんだけど、これはあくまで予算なので、実際どうなったのかっていうのは、もちろん並べてみる必要があるし、常に予算は動いて、予算っていうか、見込みはどんどん動いていくので、結構最初に作って予算の金額はどんどん実態とは乖離していっちゃうので、それを常にフォローしていく作業が必要。だからこれ、縦で並べちゃうと、横に、これ、具体的な表の見方で言うと、縦にこの比較ごとに並べちゃうと、予算があって、今の実際に見込みがあってっていうのを横に並べると、すごいなんか長い感じになっちゃうので、分けて作るのだし、縦に比較を並べずに、比較はもう下にいっぱいツリーを作る感じで、で、縦の列は本当に予算の列と、実績見込みの列、現状の実際の列と、あとは実際に支出した金額とみたいな産業とかに収めているっていうのも見やすい表ってことです。だからその表の作り方とかいろいろあるし、さらに言うと、今縦を比較ごとにしてるんだけど、これ財源ごとに縦の列にするっていうのもやり方としてはあるなと思うけど、なんかよくあるのは、割と毎年取れる助成金が決まっていて、それが複数ある場合は、この助成金の収入はこれに使わないといけないっていうのが決まっていたりすると、それはその一行で収めたい。助成金ごとに列を分けるっていう書き方もあるけど、今のところ、企画ごとに、予算を作る上では、まず予算を固める上では、企画ごとに列を分ける。で、表を作ってみるかなって、なんか、とまず思いました。これを、
どういうタイミングに更新する、うん、どんなスパンでとか、うんうん、どんなスパンでみんなで確認するみたいなことがあると、うん、そこまでにこれを整理しなきゃ、うん、個人が自分で決められていいんです、ね、そうですね。あ、すっごい丁寧にやるんだったら、まあ、別字なんだけど、別字はまでやる必要があるかな。その毎月毎月決まった売上を上げるためにこう頑張るっていうかは、うん、割と年間でやる企画が割と決まってるんだったら、その企画単位ごとのタイミングに合わせて、更新をしていく。で、なんだろう、みんなで見返す、だから全体の損益についてはむしろみんなで都度きめ細かく共有していく必要が必ずしもありかしらというのは面白いんで、あのここの一番右下の K の黄色になっているこの数字自体は極論西尾さんだけが分かっていて、うんうんうん、あのいればいい話で、逆にその他のメンバーの皆さん、例えばアソシエイトの3人だったら、自分が企画、自分が担当してくれる、自分が主体になっている企画の損益だけ。分かっていればいいというか、他の情報はむしろなんか邪魔な情報だったりするし、そうですね、結構これ、あのちゃんと一回あの把握し、理解をして、常にそれをこうアップデートしていくっていうのは、割と結構疲れるので、うんうん、それ求めちゃうと大変なのできます。でも、まず一回私はこれをやれるようになった方がいいんだなというぐらい把握できてなさすぎる。少なくとも年初と中間に1回、それが半年なのか、うん、あ、なんか節目の授業が終わった後とかでもいいかもしれないし、であの年度の直前あたり、年に 3回か4回くらいをちゃんと振り返れるようにしておくと、あのきちんと数字を詰めるタイミングを年に3回くらいあるだけでもう違うなって気がします。そうですね。あとはなんか増やせば増やすけど、あの緻密に理解できるけど結構大変なので、うんうん、まあ、最低限のところから始めて想像するなに大変。天気作業とかあれ結構ね、これ数字違ってたらマジ意味ないので、うんうん、でもこれが今日の初めに言ってた棚とルール、うん、もう今この表組自体も棚だし、今西尾さんが言ってた誰にどのタイミングで共有すべきかみたいなのもルール、棚でもあるのかな、ルール、うんうん、ではこの企画の中身を多分、まあ、西尾さんが最初作ってみんなに任せるか、数字、まあ、多分数字を作るところから一緒にやってもらうか、うん、っていう具体的な投げ方はあるかな。でもあんまりこうみんなにみんなに一緒にやろうだと固まらないので、うんうんうん、先に仮案として西尾さんが組んでいて、で最終損益に確認して、それを下地にみんなにこうあの具体的に直接一緒にやる人を詰めていくって方がみんなもこう入りやすいかなって。私はまずエクセルを勉強するところから開始しないと。ここに皆さんが書いてくれてる視察、あ、旅費、交通費っていうのは視察とはいらない。そうそう、あの交通費って書いたのはその
みんなが視察に行けるといいよねっていうことを思って書いてたんで、うん、こういうのを費用の、それこそこの表は表と地下っていう区分をちょっと意図的に見てみたんですけど、うん、この地下の部分、水面下の予算、表に出てこない活動だけど参加できるといいよねっていう、この地下のところに飛行通費、視察費を年間ぐらいとか、それで入れてみて、赤字増える、入れてみて、ちょっとさ予算組みを検討してみるっていう。なんか、アソシエイト演出量も優先的にというか、なんか前提で考えたいって書いてあったので、うん、これもまず、とりあえず希望金額入れてみて、他を入れてみる。で、まあ、難しかったら減らしちゃうかもしれないけど、まず入れてみるとかね、この、予算を作るにも優先順位が必要なんで、うんうん、とにかく入れたいお金を先に入れてみるっていう。そうね、だってそこの優先順位、とか決め方が変わらないと結局同じお金の使い方になるってことですね。うん。ちょっと何を言っていいか分かんないぐらい難しい。いや、そうだよな。しかもこれを頭をどうしたら単年度じゃなくできるのか、うん、人は何年分もこれを作っているんですか。なるほど。で、人は作っているのか、うん、でも本当は2年後、あ、ちょっと僕は作ってないんですけど、うちの会社で作るにしてもなんか、そんな先のことまで精緻に描けないので、基本的には前年投資とか、例年のこの日目はこういくらだから、とりあえずそれを仮置きして、同じ金額を入れようみたいな固定費とか。で、売上はなんとなく、なんか成長してるだろうから、1.1 倍ずつしてみようとか。なんかもう、本当にシンプルにとりあえず入れてみて。で、なんかとりあえず作ってみて、その上で、個別に、あ、でも3年後ぐらいこれやりたいから、ちょっと投資のお金入れてみようかなとか、ちょっとなんかこういう事業、新しい事業やりたいから、この事業で目標売り上げを個別にダウン追加してみようとかっていう感じ、ちょっとずつ詰めていく感じなんで、だから、いきなりこれなんか、いきなり100点を作ろうとするんじゃなくて、とにかく2020年のやった事業を全部、とにかく少なくても最終値、あとこの誰にいくら払ったとかまではいいから、出演料いくらだったとか、運営費だったとか、消耗品いくらだったとかっていうのをポン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 と書いてみて、でそれを並べてみて、21はとりあえずそれを一回トレースしてみて、でも状況違うからこれはこんな考えものとか微調整していくっていう。まず今私の頭は単年度どころか企画単位になってるから、それを年度で見られるように伸ばして、そうするとちょっとなんかイメージができるようになったらってことはみたいなのを伸ばしていけるだろう、うん、少しずつで、あと結局多分企画単位である、企画が中心になることには変わりないと思って、うん、結局公演をやった年はすごい規模大きくなるし、公演の本数が少なかった時は少なくなるし、変わらないと思うんで、なんかその他の部分がそんなにこう精緻にいろいろっていうよりかは、ちょっと追加で入れてみたいものとか、なんかちょっと壊れちゃったから取っときたいなっていう金額をまずちょっと入れてみるみたいな。あとは、だからそれで言うと、とりあえずその他のところに年間の視察旅費、うん、12万とか、15万とか、
物入れてみて、入れて赤字が増えたなみたいなぐらいでいいのかなと思うんですけど、あともう一個は、はい、人件費をどう考えるかっていうのは本当に目標を考えながらというか、一番多分発想を変える必要が、変えるところが分かんないけど、そういうこと企画単位で人件費をこの人いくらいいかって積んでたのを年間で払ってみるみたいな、まあ、とにかくこの費用のところに人件費っていう誰だっていうのを作って、でこの合計のところに何十万払いたいっていうの、でまあそれを多分振り分ける感じになるんですけど、企画で全体でこれぐらい払いたいから、うん、人件費をどう考えるかが一番こう使うというか、悩むところ、答えが出ないところかなっていう気が、そして一番やっぱり多いから半分以上人件費、そうだね、どうバーってなんかいきなりさ、今なるほどと思ったのは、考える、範囲を広げたいと思って、目の前のこと、目の前のことっていう過ごし方じゃなくするにはどうしたらいいんだろうというのが、結構この体制を変えたいと思った理由で、でも、ぽやんとした描き方しかできないと、結局その一致していかないというか、イメージだけが宙に浮いちゃっててダメだって言って、どうやってこう、手前から積んでく、下からなのか手前からなのか積んでくると、結局逆算を一切しないっていうことはできないというか、なんか逆算じゃなくて、ここが現在でこっちが未来だとして、このぐらい先までっていうのが、やっぱり思い描いたときは宙に浮いてて、それがこっちから実際歩いていくと、こう、ちゃっちゃっちゃって刻まれる。なんか、これがこうなるみたいな感じだな。わかる、わかる。そうなんだ。予算を組むと、逆算の回路を作っちゃうってことなんだよね。本当にそうで。でそれはもちろん着地させないといけないので大事なことなんだけど、いやよくあるのは助成金とか取っちゃっていくら使わないといけないからっていくら使うんだみたいな発想のお客様で面白くないなみたいな、あでもいくら使わないといけない制約あるから、そこでこの人にこういう働きするかもって面白いことを思い浮かぶこともあるからいいんだけど、それで考えるともちろん年間の年度の売上目標を立てるとか、利益を私は100万するぞとか目標を立てる、そういう目標を立てるのも大事だけど、そこよりかはそれと別にそれこそ旅費12万を使うぞっていうのの優先順位をちょっと高めに持っとくみたいな、なんかその目標値、目標をどうするかっていうのは結構あるよな、し多分なんかこうこれで分かんないけどね、2000万売り上げを立てるぞって置くとどうかな、でもそうすると本当にそうするために正解っちゃうからだけど、いろいろ考え方変えないといけないこと出てきちゃうと思うので、なんか予算作ったらいいって言っておきながら、最終値に求めるハードルは、最低限でいいかなっていう気は、最低限のどこだって感じするけど、まあ年間200万の赤字とか多分しない方がいいんだけど
で割と結局綱渡りに業界的に綱渡りをしてしちゃうっていうことは状況としては起こり得ると思うんだけど、でも本当この表を作るのはなんかこう自分に規制をかけるっていうことよりかは自分の大事にしたいところをちょっと端的に把握するためっていう、これもこれは大きいかなって気がします。どうしてもこう目が近くなるので、もうちょっとこう引けるように。なんか、どうやってお金が動いて回るのかに関わってる項がたくさんあるみたいな、なんかその1対1対応の関係から全部回収するとかそこで採算を合わせるっていうのはなんかちょっと無理だなって感じがしてて、さっきのその収入が発生する事業と採算は合わないけどやりたい事業みたいなことでここで融通するみたいなことが必要だって、それがたくさんあってなんとか動き続けてるからまあ成り立ってるみたいなことにしないといけないんじゃないかなと思っているんだけれども、これもまたさっき出てきた佃さんがこの間言ってたので面白いなと思ったのは、場が渋滞してるっていう言い方をしてて、なんか 場から作り直さないとちょっと日もさちもいかないと思って、じゃあ鳥公園もアソシエートアーティスト制度でやってみようとか、佃さんもいくつか関わっている場があって、で場からだ、でも場の中でもこう回ってるし、場同士でも回ってるし、いっぱいあってこれを全部回さなきゃみたいな、今度またジャグリングみたいなことに。めっちゃわかる。なんか結局だから今私が思ってるイメージって、すごくこう自分がなんとかなんとかこう現場にキュッてならないで聞いていって、今起こってることと、これはでも何のためにやってるかっていうと、あそこのためみたいなことを、とにかくこう今まではやっぱこういうことでものを作ってきたと思うけど、なんかこうみたいなことをミリミリミリみたいにできないけどやろうとしてるということかなと思って、なんかだから何って言ってないんだけど、そういうことかな。それで変に現場から離れないようにしてほしいよね。ね、そう。そう、上から偉そうに、どういう人にはならないし、というか。まあ、そんなことできないですね。いや、私。いや、なんか今、なんか悪意を持ってって感じに、得点バレとかしないんだけど、なんかこういう組織のこととか、業界のこととかを、やっぱりその考える役割っていうのは、すごい大事な役割で、担うべき人はいると思うんだけど、するとどうしても政治的なところに関与しないといけなくなったりとか、言いたいことをかなりこう気をつけて言うべきタイミングとかも測ってなんかこうっていう言葉選びとか、自分立ち位置とかもかなりこうセンシティブに気にしないといけなくなってくる。でそういうのに長けていって、でも結果として大きなお金を引っ張ってくれて、それがちゃんと現場で活動している人たちに、なんか起こりでくるというか、みんなに使えるお金になるとか、役割として大事だと思うけど、なんかどうしてもそういう、特にこう、政治的なポジションとか、難しいよねと。役割があったり、ちょっとなかなか両立するっていうのは、結構なスキルフルというかな、タフな。よりするとしたらダメなことになっちゃうと思うので、自分も心が欲しいところとか、そのギリギリって剥がすときも、で、なんかこう、クリエーション、する人のところにしたと思う。一応さんはあくまでクリエーションする、トリオコーナーのクリエーションする場だっていう、同前提に。多分そうだと思う。
すごく難しい。2020年度はその鳥公園の、鳥公園の中の個々の作品の前に場を作らなくてはっていうことで、もうあわあわしちゃった。でもなんか、場を作る人みたいになると、なんかちょっと自分がよくわかんなくなって、結構その鳥公園以外で、しかも演劇でもないみたいなことにたくさん参加した結果、もう持ちすぎみたいになって、ちょっと破綻しちゃったんだけど、なんかその、最初、場を作るんだっていうのがすごく確信としてあったんだけど、あれでもそのためには、結構その、個人っていうのがはっきりしてないと、何の人かよくわかんなくなるみたいなので、バランスが難しいなと思って。だからっていうのもあるけど、その場を作ってること自体が石尾さんのクリエーションというか、作品なんだっていうスタンス。するとやっぱりこう、基本的に石尾さんが作るものであった方がいいのかもね。みんなで決めればいいと思うんだけど、自分はあんまりこう、低くしないというか、できたものに石尾さんがやってるみたいな、貫いた方がするんじゃないか。これを作って後藤さんに2020年度のを見てもらってまた話すっていうのをやりたいんですけど、結構時間がかかると思うけど、もう2021年度始まっちゃう、なんか並べるところからでし、これなんか5、6、7、8のこの収入4行に分けたけど、これすら多分もうないぐらいの、本当もう売り上げと費用で書く企画があっていくらってぐらいのシンプルなところから始めてみるか、なんかとにかく企画を列挙して数字で列挙してみるっていうのが大事かもしれない。なんかの希望はでもやっぱりその中でも表と水面下は仕分けていった方が面白い気がする。確かに。そうだね。なんかこの水面あるんだっていうのを、なんかそれがないことにされてると、もう持たないっていうのが、割とこう、悲鳴として自分から出てきたなと思うので、これはなんとか入れないと。最後に、お父さんがスラップに書いてくれてたメモを見て、ちょっとこれはきっとふわっとした話になるかもと思うんですけど、お父さんのスラップメモ。3ページあって、11月26日って書いてありますけど、業界の人たち向けのバックオフィス実務 FAQ を作っていきたい。しまった。さっきの場作りの話を僕らがすると、コントリームをするとどうなのかなっていうふうに、コントリームは経理をする会社なので、やっぱりこう実務的な、まあ、基本的には仕事が作られて動いて、それでこう降りてきた実務的なことをする、事務処理をする。でそこにはまあ経理なので、割と正解と不正解とか答えがあることも結構多かったですし、源泉所得税が何パーセントかっていうのは法律で決まっていたりもするし、そういうのを聞ける場がどこにあるのかっていうのを割とずっと思っていて、まあ、聞かれたら個人的に答えるとか、分かる範囲でね、やるし、今、監督で受けている仕事先ではもちろん実務として
普通として、まあ、実務しているし、聞かれたら答えるんだけど、なんかその、ないなって、はい、まあ、この演劇界隈とか、その、文化芸術界隈で、そういうコビス系の FAQ サイトとかないし、あの、いや、なんか、じゃあ、過去に移ったらね、あの、NEXT がやってたのとか、ネットタムとかもそういう議論というか、いろいろ今も活発にやってくれてるし、あと、フリンジとかもね、あの、外国人が、すげえ、すげえ、今まで、いや、面白いな。でも、そういうのはあるし、やっぱりみんなすごいお世話になってるわけですね、そういうこと。そういうなんか、事務的なことを聞ける、あの、ところはあんまないなと思っていて、ね、なんか NPO 界隈だと、それはその税理士会計士の、税理士会計士のための、税理士会計士同士ネットワークがあるんだけど、そういうところでみんなで意見交換し合って、そういう場があるし、ネットワーク、組織としてネットワークがあるし、そういうのが、知見が溜まっていくと、特にそこの NPO とかは、あの、そのネイリスで溜まった10年間ぐらい溜まったものを整理して書籍出していたりする、書籍の窓口みたいな、あ、すごいことだったよな、みたいなちょっと見ていて、なんか、何をするっていうと、よろしいけど、まあなんかこう、聞ける場を作りたいなっていうのは、なんか今、何がわからないかもわからない。だから答えがあることと答えがないことが多分あると思って、結構個別書いてもしょうがないこととかも多分あるんだけど、でもそのなんかあそこに行けばとりあえず相談できる人がいるとか、あそこに行けばなんかこう同じ仲間というか身内でこう話せることが話せる場があるとか。っていう場を作りたいなっていうのがこう、ではこの次の2と3も、なんか根っこはすごく同じだなって思ったんですが、ああ、そのインタビュー企画も本当にそうで、あの、まあ、これは何をするかって、いろんな人にあのこの業界まあ海外のいろんな人に話を聞きに行って、でお金について聞きに行って、お金から派生していろんなことを話していくっていうのをやりたいなっていう、これはふわっとふわっとした、あの全然ちょっと進められないんだけど、でもこれ なんでそうかなと思ったかっていうと、本当になんかお金のこととか経営のこととかを、なんかそのそれこそ自分の哲学とか思想とか考え方を持ってお金に接している人っていうのがそんなにこうめちゃめちゃいるわけではない業界だなと思っていて、どっちかっていうとみんなお金に対してこうネガティブ意識をとか拒否反応とか、嫌いとは言わなくてもでも生活に必要だみたいなねじれの感情とかがあったりして、でなんかそういうこうお金とか経営をいろんな人がいろんなことを話しているっていうのが覗けるところがあると、なんかみんながこう、あ、前向きに あっちを見ることもできるんだなみたいな、なんかあんまりお金について話してる機会っていうのは単純に回数として少ないのかなっていう気がするんで、こういうことを一回だけトライアルしてみたんだけど、思ったのは、お金の話ってなんか広すぎて、なんかお金のことを、お金ってただの媒体なので媒介なので、事業やりたい事業があって、で必要でお金が必要だからお金も工面するっていう順序とか、お金をなく主語にしちゃうと、なんか何も言えなくなるなみたいなことがあって、あとだから本当何の話でもできちゃうので収集がつかないなみたいなのがあって、今どうしようかなみたいな感じで、なるほど。ただそう、あの、丸一番の実務的な話だったんだけど、丸二番、とにかくこう、お金に対する向き合い方のケーススタディみたいなことが、
なと思って、すいません、このようにしちゃうのは進められないっていうか、どうしようかなっていうところで思っちゃってる。いやでもお金難しいですね。面白い、すごい面白い、すごい面白いと思う。家の話を聞くっていうのは、うん、なんかなんで苦手意識があるのかなというのは自分でも考えていて、実際お金だけじゃなくて、こういうあの実務的な処理能力が高くないから苦手っていう事実もあると思うんだけど、なんか理念的な部分みたいなので、最初の方に言ってたその活動とそれへの対価っていうのを統合で結ぶことに抵抗がある。何なのかなと思って、あのそこに抵抗はあるくせに、なんかね、私河原こじきみたいなことにもちょっとうっとなる部分があって、あのそれは、歴史的にそう、まあ、ならざるを得なかったとか、実態がそうだったみたいなとこからつながってる意識があるんだろうなと思うけれど、そのでもなんか笑わないことが清いことみたいにも思わなくて、ないとだって続けられないしとか、続けられないと結局何にもならないしとか、続けるために必要なことをこうどっかで否定することがかっこいいみたいになってるから、天才を崇めるみたいなことにつながっちゃうんじゃないかなと思ってて、もっともっと淡々としたことなんじゃないか、作るって生きることと関連したってとこに持っていくには、自分はお金をどのようお金と活動をどのように捉えて言っていけばいいんだろうみたいなのが、なんかあんまり整理されてないって、うん、なんかでもああいう感じはちょっと違うとか、ネガティブな何か思ってるなと。全身なのか交代なのか分かんないんですけど、なんかお金をいくら稼ぐってことよりも、どう生きるかの方が大事だよっていう、負担がないっていうか、今してる話なんだけど、だよなっていうのは、本当にそのいろんな生き方をしている人を見て、その人の表情とか見てると、あ、なんか全然ちゃんと生きてるなみたいなことを実感するから。うんうん、だからまあでもお金は常について回るので、うん、どこで何をしてても必ずお金はついて回る。やっぱその向き合い方、ああみたいなことをすると、自分の仕事から遠ざかってちゃうので、でもやっぱりなんか、あれもなんか、今更感あるけど、お金を作るっていうのは多分ちょっとゲームなところがあるので、わかんないけど、うん、あの、ルールがあって、取引のルールとか慣習があって、この業界ではこうやってお金を稼ぐっていうセオリーフォーマットがあって、でその稼ぎ方を知っている人がより優先的に稼げるというか、まあ、みんなそれに乗ってビジネスしてんだなみたいな、まあその中でもちろんそういうことがあると思う、うん、だからなんかそれでなんかまあゲームでありルールなのかなみたいな、うんうんうん、まあ、それは多分スキル、うん、で、いきなり上がり、ゴールはできないけど、スキルをつけると、今より改善できるっていう、うんうん、いろいろフックはあると思うよねっていう。お金に縛られないためにも、やっぱり最低限ないと、うん、なんかはダメだとは思う。自由になるためには、いきなりこう、一発逆転みたいなことじゃなくて、淡々とルールを知ってスキルを上げる、うん、さっきの家事労働とか的に注意つけていいのか分かんないけど、家事労働とか、でもなんか苦手意識とかコンプレックスで学ぶのは、お金を稼ぐことを学ぶのをやめてしまっては、あの損だよな、損って言っちゃったな、損だって言っちゃったけど、
ちょっと違う話になるかもしれないけど、多分力作の仕事の中にもそのルーティン的な部分あるなと思って、事務的な部分とか、だから やってはいるはずなんだよね。あ、これはその場作りの話ですね。で、これと1は結構直接的に結びつくような感じがするんですね。だから1をする場があるから人が集まるといいなと思ってて、今あの松戸のパラダイスエアっていうアーティストインベジメンツの中に部屋を借りました、作り始めました。でも仕事そこでしてるんだけど、パラダイスエア、なんかうまく仕組みが作れると理想だよなと思うのは、ああいうアーティストがいろいろグラグラっていうか入れ替わり、こうだったらいろんな人が来る、で地元にもつながっていて、でいろんな人が出入りしているところに、なんか事務屋さんの部屋があって、それこそなんかガレージセールとかやってて、電卓とか全グリップとかちょっとおしゃれなのなんか売ってるみたいな、うん、でなんか来てる人もいるみたいな空間がそこにあるぞっていうことがあると、本当なんかいいのかなっていう。でもなんかそれ単体でクオリティを上げていくっていうか、場としていい場所を作っていくのはもちろんあのいいと思うけど、あのそれこそいろんな人のいろんな人がいろんな場作りしようとしているところで、共同じゃないけどそれぞれが役割を補い合える、補い合ってるなってみんなが認識できていくと、一人一人がつながってネットワークを作っていくっていうのは結構負担がでかいので、バトバンがこうちゃんとつながっていって補い合えるみたいなのがあると、いがみ合いが、まあ、いがみ合いはしないけど、でもできるというのかなっていう。個人のネットワークじゃなくてバトバのネットワークっていうか、ちょっと重なってるかもね。重なると面白いかもしれないね。具体的になんだろうなってなるんだけどね。何するの？何回イベントを回すんですかみたいな。とか、でも、うちだったら、この仕事としてみたいなものかもしれないけど、で、なんか、これも、いろんな場所を使えるとか言ったって、結局自分のところをいつも使うなとか、あんまり使えるワーキングスペースいっぱい持ってても、なかなか行かないなと思って、なんだろうね、その場同士がつながるっていうのが、なんていうのかっていうのを。そうだよね、なんかさ、いろんなものがもうあるはある。そうなんで、コミットメント、こう、調整しきれないみたいな感じ。福田さんの場が、場が渋滞してる。マジそうだなと思って、みんな面白い場を作るんだけど、うん、別にその他の面白い場に出歩く理由もないところがあるじゃん。仕事するんだったら自分のオフィスが一番快適らしいみたいな。なんか、何の時に話したのか、ちょっと、直接鳥公園がそうなるのかわかんないけど、いいなってインスピレーションを受けてるイメージが2つあって、1つは大学の時に文化人類学の先生のゼミに入っていて、それは一般的なゼミみたいにそこで論文書くとかいうぐらいのがっつりしたコミットメントじゃなくて、みんなで競馬場に行ってみるとか、なんか釣り堀で釣りをするとか、落ち葉で焼き芋を焼くとか、なんか誰かがこれここの場でやんないと経験しないでも死ぬかもなみたいな、割と軽い気持ちでやってみたいって言ってやりたい人が乗るみたいな、そのゼミで、
大会を自らしない限り、OB、OG が全員入っているイメージ数があって、そこに投げるから、なんか自分が行かないと成立しないかもとか思わないで、結構まあ誰かは行くみたいになって、で、直接全然知らない人もブワーっているんだけど、その先生が、ゼミに入るときに面談をされていて、まあそれだけが信頼のもと。もうある場の空気があるので、まあそこに投げたらこういう感じの、答えをってもらうことができるかなっていう安心があるって思って、それはある意味一元さんって感じっていうか、なんか誰でもじゃない安心みたいなのが場には必要だよなと思って、それのイメージ、そんな感じのこうつながり方。どうしたらできるのかなと思ってると、もう一個が2018年に3ヶ月マレーシアにリサーチに行った時に、ひょんなことから1ヶ月間置いてくださったお家があって、うん、ちょっと唐木さんのこと調べに来たんですけど全然お金がなくてとか、人の紹介でその人に会ったんだけど、そしたら、ああうちに泊まってもいいぞとか言ってくださって、この方はもう日本を離れて多分25年か30年ぐらい経ってる美術家の方と、日本文化の研究家のご夫妻で、でその人たちは自分たちがその町の中ではよそ者だと思っているから、何かあった時にやっぱり真っ先に、まあ、切られちゃう立場にいると思ってて、できるだけ個人商店で野菜買うとか肉を買うとか毎日挨拶するみたいにしてて、で夜の8時まではそれぞれ仕事して、8時になるとちっちゃいテーブルを出して通りに面したお家でそこで飲んでて、毎日飲んでるからなんか何なんだとか言ってくるようになった人がいたりして、そんなにたくさん積極的に話すんじゃないんだけど、割とこうポツポツと英語で会話して友達になってるっていうのが25年30年とかの積み重ねを感じて、それすごい開かれてるなって、あと場だよみたいな感じじゃなくて、なんか生活から一歩外に出て、でもここには来てくれたら話すな、そうか、そうなイメージが、それが直接どう自分の活動とつながるかはちょっとわかんないんだけど、なんかイメージとしてある。あれじゃないところに着地をしたのかどうかっていう感じですが、なんかやっぱ今日お話ししてみて、私が分かってなさすぎる、なんか手作業的な実務作業として地に足がついてこれをこうやって動かすんだっていう感覚がないなということをよく分かったっていう感じで、やってみるしかないっていう感じ。今日全然話をしなかったことで大事なとはプラクティカルなことで言うと、経理のフローは決めないなんていうこととかね、あと、そうね、基調どうするとかね、そういうこと、そういうとこ。どのぐらいの頻度で貴重にするのかとか、やってみます。今まで鳥公園がどうとかじゃなくて、個人としてもどうやって生きてきたんだろうっていうぐらいお金のことがふわふわしてるなという感じを持ちました、今日を経て。
またちょっとじゃあ先にフリーに入力するってこと、うん、それをさっきの表に入れてみる、うん、あー、2020年の振り越えの、うんうんうん、そこまでしないと正確な決算は作れない、うん、けどその前段階として、うんうん、ひとまず何か申請したのに対して報告した報告書の数字を拾って、うんうん、ペッペッペッって入れて、うんうん、去年やった事業を横に並べてで分かってる数字だけペッペッペッって入れて 見るだけでも概要は分かるんで、うんうんうん、確かに分かりました。要はそこからでもいいんですね。まずそれをやってみて、やってみたので一緒に見てくださいっていう回をまた設けさせてください、はいはい、ちょっと時間は過ぎちゃいましたが今日はここで終わりにしようと思います、長い時間お付き合いいただいてありがとうございました。ありがとうございました。次回ですね、第4回が、22日の月曜日に、植松裕子さん、合同会社出現の植松さんをゲストにお迎えして、また相談会をやります。よかったらご覧ください。ありがとうございました。今日の番の出現さんをお迎えして、ありがとうございました。質問世話になります。